さあ始まりました、はい、恒例のこの企画、うん、はい、崖っぷち選手です、うん、はい、もうね4回目ぐらいになりますね、この季節が来たね、うん、はい、まあ、これね、うん、まあもうほぼほぼ9割ぐらいの人は、はい、もうずっとやってるんで、うん、理解してくれてると思うんですけど、はい、あの1割ぐらいの方がとっちんかんなことをたまに言い出す人がいて、はい、クビになる人を言ってるわけじゃないからね、うん、あ、そうですね、うん、そのもう頑張んないとクビだよっていう人を言ってるわけじゃないんだよ、うん、はい、今年勝負ですよっていうね、うん、まあ、言い換えれば、はい、っていう人の、うん、でも負けちゃっと終わっちゃいますよっていうね、うん、人たちを挙げるっていうね、今年が勝負年、ここを頑張らないと、うん、もう補欠ですよとか、もう2軍ですよとか、うん、今年クビになることはないけども、うん、今年も加工していっちゃうよっていう、未来に向けてっていうね、うん、でも逆にこのチャンスを勝ち取れば、うん、タワマンでね、はい、過去いたから、結構いましたよ、いた、桑原とかね、はい、結構いたよね、うん、何気にね、去年とかも桑原選手は多分一昨年ぐらいに選ばれてて、もう 2,3 年前だね、うんうん、で去年もね何人かいたの覚えてるんですよね、うん、あ、もうタワマンだねっていう、うんうん、あと、もう保養所みたいにいるとこもいる人もいるからね、そうですね、崖とかもうそういう部類じゃないみたいな、そうそう、この期間崖っぷち選手ってシーズン前に選んで、うん、シーズン後にシェアハウスそう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 、ね、崖っぷち選手のその後っていうのをちゃんとね、そうね、やっていくからね、はい、ベテランのシェアハウス、うんうん、ちゃんとあの撮影にはシーズン終わって検証していくからね、そうですね、シェアハウス行きもあるからタワマンかシェアハウス行き、うん、か、崖にはいないけど、はい、まだアパートとかの人もいるしね、あ、そう、ずっと崖にまだ捕まってる状態って人もね、うん、あと落ちたけど違うチームの崖に渡ったみたいな人もいるしそうだね、まあ、1年間通してね、年間通して追っかけていきますから、はい、まず最初はね、はい、やっぱロッテで開幕していきたいと思いますよ、はい、今年の崖っぷち選手も、うん、ロッテのね、はい、一番の崖っぷち選手、うん、こちらの選手です、はい、中村翔吾、なんかもう安定って感じじゃん、いやもう本当危ない崖やなこれは、ですか、うん、この今年1年次第で、うん、来年以降の未来がかかってる、はい、本当に、でもこうなんかいつも毎年、うん、そこそ こう安定して活躍してる選手ってイメージはあるわけですよ、うん、キャプテンだったりとか、うんうん、だからもう危ない本当に、一歩間違ったら終わっちゃう、それ年齢とかじゃなくて、うん、もう中村翔吾選手が、あ、崖だね、もう今ちょっと揺れてるよ、本当ですか、うん、あの応援が聞けなくなるんですか、翔吾翔吾って、うん、そうだね、まあ台座とかで聞けちゃう、いるかひら聞けるか、誰が聞けるか、はい、危ないよ、それなんでかっていうと、はい、まあ、今年ね、うん、セカンドからサードに、はい、コンバート、うん、ね、藤岡がセカンドに行って、うん、なんか押し出された感もあるんだよね、はい、ちょっとね、うん、なんかいろいろ話聞くとね、はい、サード中村じゃん、うん、まあここまで不調です、あ、まあ、今この練習試合、はい、うん、シーズン前が、うん、今現状ね、まあ、試合結果見てみると、はい、2月17日から試合で出て、うん、で今日が28日なんだけど、はい、17打席立って、うん、はい、ヒット2本です、まあ、でももう開幕に合わせていい立場ちゃうで、崖っぷちだから、はい、去年前とかだと、うん、まあまあ別に調整で、うん、開幕に向けていけばいいから、勝負も、いや、そうそう、なんかその、まあ、もう安定して、うん、とりあえずスタメンのメンバーではあるから、うん、もうオープン戦とか別に、まあ、去年まではね、うん、部屋の中でコーヒー飲んでたけども、うん、はい、気づいたら、はい、あの崖がどんどん崩れていってて、庭が、うん、はい、今もうアメリカで24億円の豪邸が崖から落ちかけっていう家があるんだけど、はい、侵食されて、うん、その状態、その状態、しかも、はい、安田、うん、上田、うん、ポジションなくなってるじゃん、はい、ファーストに外来るからね、うん、中村翔吾来たら、はい、もう上田と安田行くとこないんだよ、うん、ポジションね、はい、それがまた調子いい、今現状、今上田清人選手もじゃあ調子いいんだ、うん、昨日も打ってたからね、うん、上田が21からの3試合で、はい、3試合連続ヒット打ってるから、へえ、であとは、安田、はい、安田が、ここまでホームランも打ってて、楽天戦でソフトバンクもヒット1本打って、はい、調子いいのよ、確かにそう思うと危ないですね、そしたらよ、うん、このままもし安田が頑張ったら、はい、開幕サード安田あるから、ね、
ありますね。そしたらここからセカンド行かないじゃん、うん、だセカンド藤岡じゃん、うん、だもう試合出なくなるんだよ。そうですね。だそういったところではあ安田選手のあ中村選手の細かい情報が知りたい方、うん、電波に乗せては言えないで里崎ライブでお待ちしてます。お4月ですね。うん、7日かな、はい、だからこう取られる可能性あるから、うん、あそうなんですね、うん、頑張んないと、うん、そしたらもう行けないじゃん、はい、行くとこなくなるじゃん、うん、また藤岡も調子いいしね今、はい、これがあ確かにピンチなのよ、うん、だから今年頑張ればねサードでまた気づいていけるけども、うん、今年もしうまくいけなかったら、うん、もうそこがそっちで安田とか上田がハマっちゃうと、うん、もうどっかの2番手になるから、ね、それはもうなんかいい若手がハマったらそこから使い続けようってなっちゃいますもんね、うん、でしかも去年もね、うん、バッティングの状態悪かったっていうところで、はい、今年もうまくハマらなかったら、うん、ファンの声も許さないじゃん、はい、安田が良かったら安田になるじゃん。なりますね。崖やろ。確かにバッティング感とか、うん、もう言うね悠長にもう、うん、開幕に向けてとか言ってる立場じゃないね、はい、正直今ガンガン打たないといけないですね、うん、安田と上田が来てるからね、はい、これね危ない。おお中村ははい注目ですね、うんうん、続いて、はい、佐藤俊也。おお崖っぷちです、はい、今あれですもんね去年はキャッチャーと、まあ、じゃない、ねうん、ところでもこう半々ぐらいですね出たけどもう、うん、それは、うん、去年、はい、選手層が薄かったからだね、うんうん、で外国人もポランコだけだったし、はい、ってなったところ で、うん、でファーストも固定のファーストの選手がいなかったわけ、うん、だから山口がしたり岡もしたりなんかしながらっていうね、はい、ところでいなかったけども、うん、もうファーストに外が来てるわけ。そうですね。だから外が怪我したりね、うん、全然打たなかったら話は別だけど、うん、まあまあそこそこ普通通り活躍してくれたら、うん、佐藤がキャッチャーじゃない時にファースト守ることないわけ、うん、もしくは DH のポランコがいるからもうキャッチャーで試合出ないと出るとこないんだ、はい、あーそうですね。ってなったら、うん、松川は多分去年使わなかったのは、うん、去年1年間2軍で打席数も増やして、うんうん、無理に1軍置いとくよりもっと成長させるために、うん、あえて2軍に置いてたと思うんだよ、はい、将来のためにね、うんうん、ってなって今年は勝負させると思うんだ1軍で一軍でっていうかその競争にね、はい、だからもう無理やりでももう絶対あげない。もう教育のために二軍っていうことはないと思うんだよ、うん、よかったら一軍で使いますよっていうところだと思うから、はい、でね佐々木朗希もこの前バッテリー組んで、うん、バックスクリーンホームラン打ってたからね、はい、松川もね、うん、ってなった時に、うん、こうもし松川がうまくはまっていくと、うん、出番ないわけ、うん、他にもいけないわけ、うん、こう危ないね。そうですね。ここでまだ松川はどうなるかまだ分かんないね、うん、まあ、全然もう上がりしかないですよね今のところ。いや上がるかも分かんない。まだこの土から芽がちょっと出てるだけだから、うんうん、こっから咲くのか、はい、そのまま枯れるのか分かんないわけ、うん、でもこれが咲いちゃうと用事なくなるわけ、うん、はい、咲く前に早く自分のポジションをガチって掴まないとなくなるわけよ、うんうんはい、じゃ去年は田村選手がまあ出てたじゃないですか。結構出てるだけね。あのガチっぷちじゃないんですか田村、うん、崖、はい、もう落ちてますけど落ちてんですか。いやだから去年が勝負だったわけよ。あ、まあそうですね、うん、確かに去年そうですね。去年が田村にとったら、うんはい、この人生の分け目の勝負だったわけよ、うん、そこをね、うん、行かせてないのよ、うん、1割6分6厘じゃ、うん、もう俺覚えちゃってるもん打率ね新中力って思いましたもんね1割6分6厘だったら、うんはい、松川でもいいかってなるやん。確かに田村じゃなきゃいけない理由がなくなるじゃん、うん、そうしたらまあ松川選手もしあんまり打たなくても成長させよう経験させようってなるじゃん ね、 であと僕ベテランですけど風格ね、うん、あれやめた方がいいと思う本当。でもなんかこうベテラン感すごい出てますよ。29歳やで。だから田村多分今年30歳やね、はい、今年ね、うんうん、で俺、うん、田村の年、はい、WBC に世界一だから。ああそうなんだ、うん、全然若手だったわけ、はい、いけいけみたいな、うん、今聞いてびっくりしたんだけど、はい、大谷と同級生らしいからね。ああそうですね。同級生だったね。そうですよ、うん、94年だ、うんうん、大谷ベテラン感ある。いやないです、ね、まだちょっと若手感あるやん、うん、どこまで成長していくんやみたいな。若手から今油がすごいいい感じに乗ってる、ね、今イケイケですよね、うん、鈴木誠也も木並みごとそうなんだ。鈴木誠也選手とかもそうなんだ。もう35歳ぐらいの雰囲気で自分からベテラン感を醸し出すことによって自分のポテンシャルを下げてるよね。あやっぱそのガツガツ感がどっかでなくなってんのよ、うん、なんか風格だけ出して、うん、だから自分からねもう転げ落ちてるね崖を。あですか。そういう風格が
ベテラン感自分からやっぱ出せるもんなんですか自分で。いやちょっとなんかだっていや長くいるしみたいなこうなんか出すやん局とかでも出すやんベテラン感出す人って。はい出しますね、うん、そんなでも別に年いったとしても、うんはい、アグレッシブな若手みたいな人もいるじゃん。いますね確かに、うん、いろんなことして、はい、アグレッシブにやっていきますよっていうパチパチ動いてっている人もいれば、うん、なんかベテラン感出してああ俺あれでみたいな、はい、いい人もいるやん、うん、もう成長の妨げでしかないよねベテラン感って、ね、正直、うん、自ら自分からこうやっていかない、うん、だから人からベテラン感って出さへんやん、うんそうですね正直ね、うん、そうか自分が出してるから人にそう見られる、ね、見られるだけであって、うん、周りからベテランですねよベテランみたいな多分そんなこと言われる人はベテラン格好出してないよ、ね、出してないそこがねやっぱ成長の俺は妨げになってんちゃうかと思うんだけども、うん、佐藤も本当に、うん、打てる打てる言いながら、うん、最高打率2割2分8厘なんだよ。あそうなんだ。なんかこうパンチ力あるキャッチャーってイメージだったよな、うん、で、うんまあ、今年が5年目になるわけよ、はいうんうん、ちなみに俺、はい、大卒5年目で、うん、規定打席には到達しなかったけど、はい、3割1分9厘って、ね、お5年目で、はい、で5年目で定着したの、はい、だから佐藤も、もう今年5年目だから大卒で、うんうんうん、勝負だね。そうですね。ここでもうまくはまらなかったら、うん、もし松川が花開いちゃうと、うん、もう本当にベンチウォーマー。そうですね。でしかも他のポジションにも行けないし、はい、いたねーってなるね。ああ、いたねーみたいな感じになってくるから、うんうん、これはもう崖っぷちの正念場やと思う、うん、はい、そうですね、掴んでほしいですね、ねえ、うん、若いやつに負けて終わりだからね、うん、で、次ピッチャー、はい、ピッチャーの崖っぷちはこちらです、はい、二木浩太。とうとう二木投手選ばれました。まあ怪我からね、うん、復活してきてっていうところで、はいうんまあ、今年も15日と21日、うん、両方投げてんだけども、うんまあ、両方失点してるっていうところで、はい、ラストチャンスぐらい来るんちゃう今年29歳。うーんで去年が怪我で投げてないんですよね、うんうんうん、こう頑張んないと。でまだしかも二桁勝ったことないからね。あなんか一番勝ったのが2020年の9勝3敗本当だそうだ、うん、今年本当に勝負かけして、はい、そこそこいかないと、うん、もう、うん消えんとし、もう本当にもう谷間の谷間に投げますみたいな感じのピッチャーになるんで、うんはいね、ローテーションにはちょっと入ってこられなくなっちゃうぞっていう、うん、もう本当今年勝負じゃない、うん、頑張んないと、はい、これはもうかなりね、ファンの支持層もちょっと下がってきてるから、ね、支持率も。ああそうですか、うん、なんかいろいろエゴサすると、うん、しかもこの練習試合も2試合連続失点してるからね、うん、あのそんなもう開幕に向けとか言える立場じゃないから、はい、逆に2月1日から絶好調みたいな感じで来なきゃいけなかったところで、うん、うまくはまってないからね、うんうんうん、これはちょっと危ないね。そうですね、まあ、今年はね、うん、で続いてね、はい、もう一人いるんですね、うん、こちらです、はい、鈴木翔太4年目2020年ドラフト1位、ドラフト1位ですね、うん、もうそろそろ行かないと、はいはい、ドラフト1位だしピッチャーだし。今何年目ですか？4年目今年。4年目か、うん、もう4年目なんだ。でも、はい、今、うん、絶好調。お二人と違って、おあのオープン戦あ練習試合も含めて3試合投げてるけども、はい、全部、まあ、1イニングとか、うんまあ、開幕時も1回あるけども、うん、全部無失点です。おいい感じで投げれてるの今、うんうん、こうストレートも角度あるし変化球もいいし、はいうん、あのだからそれを安定的に投げれるようにしなきゃいけないね、はい、このやっぱ波あるからいい時はいいけど悪い時は悪いみたいな感じになるし、ボール先行していくから、はいまあ、多分このままでいくと多分リリーフだと思うんだよね、うんうん、でもそうなってくると、あと元前がねちょっと粉砕骨折みたいな、うん、怪我しちゃってもう多分今年は多分無理だろうから、うん、そういったところでは、うん、まあねこんなこと言ったらあれだけど鈴木にとってはチャンスなわけよ、うんね、周りが怪我していなくなるってことは、はい、競う相手がいなくなるからね、そういったところではまあここまできっちり結果も残してきてるし、はいね、で昨年左のリリーフはちょっと坂本一択、うん、もしくは中村がね、はい、あのちょっとロングしたりとか買い叩きしたりもしてたけど、うん、全体的には左ピッチャーがそんな多いわけじゃないから、はい、ここ今年このままの勢いで入っていけると、うん、もうガチッとポジションつかめるから、はい、これまだダラダラすると、うん、みたいな感じになるやん、うん、勝負やる。でも今いい感じだから、おもう勝利の方程式に入るぐらい。勝利の方程式には入らへんと思うけど、はい、でもまずは1軍に1年間入れる場所を作らなきゃいけないからね、うん、そうですね、でそこで信頼を作ってどこまでだから、うんうん、っていうことを考えると、ね、今もうマックスできて、はい、いい形だからね、うん、でも今年ドラフト1位だから。そうですよね、うん、1位
あ、そっか、去年も13試合なのか、うん、登板。ここはもう今年、はい、勝負だね、うん、そうじゃないとまた左取られるからね、はい、ドラフトで、うん、だからロッテはこの、まあ、4人かな、はい、うん、もうね頑張んないと、うん、まあ、井上とかも頑張んなきゃいけないけどもうポジションないですよみたいなね、うん、だから頑張ってるうちに頑張んないと、はい、なくなるからねポジション。そうですね、若手出ていったら奪われちゃいますからね、もしくは外国に来ましたとかなるからね、うん、はい、そういったところでは、まあ、この今日挙げた4人はね、はい、今年頑張れるかどうかでやっぱ未来のポジション決まるからね、はい、まあ、結構ファンの皆さんもね注目して見ていくと、うん、そう、人生が面白いんじゃないですか。そうですね、シーズン終わったらタワマンでねコーヒー飲んでてほしいですね。そうだね、チャンスあるけどね、はい、あります。で、そういう人たちですもんね、うん、うん、落ちる可能性もあるけどねそれが崖だから、それが崖だから、崖っぷちってことですからね、うん、はい、ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、今日はジャイアンツです。はい、ねえ、いろいろありますけども、はい、安倍晋監督になって、うん、大勢が、うん、いきなり怪我して、うん、お前俺の正月の優勝予想返してくれってこれかなりちょっと順位を揺さぶる問題やで。うん、そうですね、やっぱ大勢がいるかどうかは、抑えがかっちりいるかいないかってだいぶ違いますよね。うん、しかも大勢だから、ね、しかもリリーフ弱いところの大勢がいつ復帰かどうか分かんないって、はい、これはやばいね、うん、あ、でも去年もほぼいなかったじゃないですか。そっから怒涛のように落ちていったからそうですね、そっか、うん、転げ散るように落ちていったから、はい、本当にね、どうなるのかっていうところで、はい、ジャイアンツのね、うん、崖っぷち選手、はい、この選手です、はい、松原聖也。ああ、あれ、なんか去年も選ばれてた。去年はもう選ばれてないよね。選ばれてないか、選ばれてた、あ、うんうん、そうか、これ何で選ばれたか忘れちゃいますよね、うん、このね、なんで松原が、はい、逆に言うと、うん、崖っぷち選手に上昇してきてるからね、落ちてたからか、ね、完全に、うん、完全にもう松原は、はい、去年までは崖の底にいた、うん、もう落ち、もう落ちてた、逆に危ない、危ないとか危ないとかじゃなくて、うん、もう落ちてて、はい、もうチーム変えた方がいいんじゃないのみたいな感じであって、うんうんうん、はい、勝負もさせてもらえてなかったから、はい、落ちてたんだけど、うん、まあ、これいつも言ってるけど、うん、監督が変わったら何が起きるかっていうと、うん、使われる選手が変わるって、はい、でそこで、うん、チャンスが出てきて、はい、崖に上がってきた、おお登ってきたってことですそう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 、うん、だからいい意味でね、うん、崖っぷち選手、うん、かなり崖に立ててるわけですね。そうそう、だからもう平地から崖に来たわけじゃなくて、はい、谷底から上がってきて、うん、崖の上まで来れてると思う、うん、わお、ここまで練習試合含めて打率めちゃくちゃ高いね、うん、オープン戦打率だったら4割5分5厘なわけ、すごい、いきなり23日の阪神戦猛打賞を打って、うん、広島戦ヤクルト戦も打って、はい、まあ、日本ハム戦は打ってないんだけども、うん、かなり本人も勝負で、しかも、うん、ジャイアンツの外野いないじゃん、はい、外国人がまあ多分これは最初出ると思うんだけども、うん、あと丸がレフト行ってっていうところもあるし、でもまあほぼほぼバックアップメンバーも含めて、うん、カチッと固まってないじゃん、はい、だからチャンスあるわけよ。私結構年齢層も上がってきてますね、うん、今年、うん、うまくいけば、はい、また松原時代が外野で、うんうん、来る可能性もあるし、はい、せっかく買ってきたけど、うん、やばいダメだったねって言ってまた奈落の底に落ちる可能性もあるけども、はい、勝負できるんちゃうかっていう。そうですね、うん、これもう、うん、これ落ちたら、はい、もう本当トレードしてあげた方がいいと思うよ。そうですね、なんかポテンシャルあるのでね、うん、うん、これ落ちちゃうと、うん、もう多分ノーチャンスだと思うから、はい、こう本当に勝負。そうですね、このオープン戦開幕、ね、うん、開幕一軍残れるかどうかもそうだけど、うん、本当に勝負、うん、しかもこの佐々木がね、はい、ルーキーのいい感じだからね、うん、そうみたいですね、うん、だから でもそれより打ってますよ、うん、そう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 、うん、だからそこら辺がね勝負だからね、はい、でもこの松原が崖に帰ってきたっていうところで、はい、うん、また面白い感じになるんちゃうかっていう。いや、戻ってきてほしい。しかも足とかも使えるからね、はい、このその新之助のね采配もいろいろできることが増えるから、うん、キャラ的にもいいと思うけども、はい、でも結局は結果出さないと入れないからね、うん、でもこれは崖に復活組の。そうですね、なかなか珍しいね、うん、崖から落ちてから帰ってくる選手って、うん、ほぼほぼ俺見たことないけど、この4年間やってて、なかなかね、うん、出てきたことないですね、うん、落ちてもう存在行方不明の人たちいっぱいいるけど登ってきた人って、ね、うん、珍しいけど、じゃ頑張ってもらいたいね。頑張ってほしいです、正直ね、うん、ポテンシャルあるし、ね、はい、期待してるところも佐々木はあるから、うん、ね、これを活かせるのかどうか、うん、でも落ちたら本当ね、トレード出してあげた方がいいと思う、うん、まあ
は本当に勝負だと、うんうん、頑張ってほしいね、はい、どうなるかね、頑張れ、うん、で続いて、はい、こちらです。はい、門脇誠です。どういう楽器ですか。全員が期待してるわけや。もうなんかもう去年掴んだ感ありますよ、うん、アジちゃんでも打ってね、はい、これで、うん、坂本のコンバートもずっと言われてきたけども、うん、ね、うん、やっと、うん、坂本もコンバートして、はい、守備の負担も減らして、うん、ショートやっと来たぞと、今まで中山とかいろいろいたぞと、はい、でもやっと来た門脇って言って、うんうん、しかも去年から新之助も、はい、門脇と岡本と坂本は決まりですって言ってるわけだ、うん、もうその3人に入って掴めんのかっていう、これでもう本当に掴めたら、うんはい、もう門脇王国もう長いですよ、多分長い、うん、もう間違いなく長い、はい、ね、まだ23歳だから ね、うん、ね、大学から、ねはい、というところで今年2年目、うんはい、でももしこれが今年こけたら、うんはい、坂本ショートで岡本ファーストにするまた坂本選手戻しますかショートにじゃないと、うん、多分ファーストの代わりはいると思うね、はい、ショートの代わりっていないか、まあ、いるっちゃいるけど、うん、どうしますってなるわけよ。中山選手とかになってくるから。そう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 、うん、だからあとは若手だから水口とか、あと湯浅とかか、うんうん、とはなってくるわけよ、うん、どうしますみたいな感じになるからね、うん、だから何気にここで王国を作れるかどうかの、うん、ちゃんと掴めますよねっていう賭け、うんうん、そうですね、うんまあ、坂本選手をサードにやってのもうショートですから、うんうんうん、みんなもういける感出してるけど、うん、2年目、うん、よく言われるからね。そうですね、うん、なんか最近あんまりその2年目のジンクスみたいなのって、うん、なんかあんま言われなくなってきた気もしましたけど、それ多分1年目がいないからじゃん。 あんまり確かに1年目で ねこの上川畑とか2年目のジンクス、うん、だからそうです、確かにネームバリューあるチームの1年目でガンガン活躍したりとかあんまりいないんじゃん。そうですね、だから2年目のジンクスって言われないんじゃない、うん、確かに。あ、でも大勢投手とかそうか。大勢とかもう2年目のジンクスハマってるやん。ハマりましたね、うん、1年目めちゃくちゃ頑張って、うんうんうん、怪我してるからね、はい、あ、確かに。いや、門脇選手頑張ってほしいな、うん、去年 ね、2割6分3に126試合出て、うん、今年ね、誰もがいい形でいくと思ってるし、うんうん、行ってほしいと思うけども、うん、掴めるかどうかがプロ野球難しいからね。そうですね、この年、この年をまたいでね、うん、成績を残せるかどうかが本当にプロ野球難しいから、はい、これも今年掴んだら、うん、もう別にうん、見えへんタワマンちゃん天空の城みたいな天空の城誠もう門脇王国門脇王国のお城に住んじゃうからですね、うん、だからそこがね、うん、背番号5に変わって、はい、勝負の崖だね、はい、うん、落ちちゃうと、うん、本当坂本ショート戻すかどうか問題出てくるからね。だからチームとしてもどうしようどうしようみたいになります、ね、で勝ててたらいいけど、勝ててなかったら、うん、いやもう打つためにってなるじゃんね、うん、またややこしくなるから、はい、崩壊しかねないからね、うん、起用法がね。自分のためにもチームのためにも頑張ってほしいですね、うんうん、だからそれをね、掴めるかどうかが、はい、崖だね、はい、正直ね。そうですね、うん、でこういう話してんのに、はい、なんや門脇かお前クビになるわけないやろとかってたまに言う人いるんだよ、はい、話ちゃんと聞こう。はい、次ピッチャー、はい、ピッチャーね、うん、いくよ、はい、高橋、近藤、鈴木、馬場、泉、うん、え、移籍組ですか。いや、崖やろ、完全に。あー、まあまあまあ、ここでしょ、ここでグワーハマったら、うん、今リリーフ特にいないわけじゃん、はい、でほぼほぼ多分リリーフやと思うね、うん、掴めるやん、はい、あかんかったら、うん、チャンスなくなっていくで。まあそうですね、うん、トレードで来た人ってその来た年結構大事ですよね、うん、めっちゃ大事、上がれるかっていう、うんうん、だこの、ね、現役ドラフトを含めて、はい、まあ、昨年ね、うん、鈴木とかは坂根移籍組だけど、はい、この移籍してきた選手、うん、全員全員崖です。これでもだって今あんだけ崖だけど、はい、全員残れないからね、多分今の中から半分は落ちるから、はい、崖から、うん、今何人いました。高橋礼でしょ、はい、近藤、うん、ね、で鈴木、うん、馬場、うん、泉、うん、5人です。おお、5人、確かに5人全員が1軍にはまることはないですね。まあホームない、うん、で他にもね、はい、外国人含めてケラーとかいるわけですから、うん、はい、まあ、ケラーも崖っぷちだけどね。そうです6人、はい、移籍組、うん、全員崖です。でもめちゃくちゃチャンスではあるわけですね。めっちゃチャンス、うん、去年がやっぱりあれだっただけに、うん、だから誰かしらは、はい、
絶対、うん、最低でもアパートぐらいには、うん、崖から移れると思うね、はい、これ何の話してんやろと思うかもわかんないけど、はい、そうですねあの長く見てくれればもう理解できるんだって言いますか、はい、でも、うん、間違って落ちちゃうからね、はい、でももうね、うん、これはもう誰が生き残るかによって、うん、まあ、巨人の名誉もかかってるからね、やっぱリリーフをちゃんとしなきゃいけないっていうね、はい、しかも大勢がちょっと怪我してるからどうすんねん問題もあるしね、はい、うん、でまあ他のね安定したリリーフピッチャー、まあ、今村とかも多分入ってくるだろうしね、はい、ひょっとしたら西田とかもね、うん、後ろに入ってくるかも分かんないし、うん、中川とかね、うん、去年ね、まあ、船場沢投手とかも頑張ってましたしね、だからここはよ、はい、勝負なんちゃうかっていうこの6人、うん、だこのシリーズが、うん、あのシーズン終わった後に振り返るじゃないですか、うん、その時にこの 5,6 人のうち誰がどこのポジションにいるかっていうですね、そうだね、まあ、全員いてもいいんだけどね、うん、全員いたら既存のジャイアンツの選手はもう崖から落ちてることになる、うん、りますよねそうですよ ね、 だから、まあ、しかも誰が生き残るかまでも分かんないけどね本当にね、うんうんうん、その人たちがどんなに頑張んなきゃいけないっていうところで、うん、もう一人になる崖が、はい、もう一人、はい、それに付属して平内龍太、あ、既存のリリーフっていうところで負けたら終わるよって、うん、そうですね、伊勢組に、うん、昨年で、ね、うん、2022年53試合投げたけどね、はい、昨年11試合っていうね、うん、ところで、まあ、怪我の影響もね、うん、あったっていうところもあって、はい、まあ、育成で入って5月に試合が登録して復帰するけども、うん、まあ、1軍で11試合とどまったっていうところでね、はい、まあ、ここでしっかりやっていかないと、うん、その人たちも含めてね、はい、ルーキーも含めてカチッとなっちゃうと居場所なくなるからね、はい、こんだけ移籍してきてるんでやっぱ既存の選手たちも結構お尻に火つきますもんね、そうだね、うん、火ついてね、はい、そのまま真っ赤っかなお尻になってやめていく可能性もあるからね、わ、はい、かんないですからね、うん、なんで尻に火つくっていうんやろね、いや、なんかお尻に火ついてロケットみたいにこうピューッと出るんじゃないですか違うの、わかんない、そっち、はい、ロケットみたいに火ついたらこうクシャッてこう、あ、そのイメージでした、あ、それはありえるね、はい、違うのかな、わかんない、俺最近しょうもないことばっかり考えてんだけど、はい、台風の目とか言うやん、でも台風の目ってさ、はい、無風やんな、あ、静まりますもんね、うん、台風の目に入ると、うんうん、だから無風でかき乱すとかもないし、うん、はい、穏やかじゃんね台風の目って、まあまあ無風ですよね、無風やんな、はい、台風の橋じゃないのかなって思ってみて、うん、台風の周りになんないとって、いや、なんならもう台風になんないとみたいな方が確かにかき乱す感はありますよね、うんうん、でもこれ絶対意味をちゃんと知ってる人は何言ってんだと思ってますよ、うん、そう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 、あの意味調べろってなんだけど、はい、俺最近そうで台風の目って静かなのに、うん、みたいな、そうですね、台風の周りの方がいいんちゃうと思って、うん、ちょっと調べましょう後でねっていう、まあ、くだらない話でした、はい、だからそこら辺だね、うん、やっぱこのリリーフの伊勢組と平内とかは、うん、やっぱ崖だね、うん、誰が勝ち残るかの勝負も含めて、はい、全員が勝ち残れないからね、うん、でもそこが勝ちって決まれば、はい、ね、野手でも言った門脇が勝ちって決まる、だからここら辺この崖の選手たちが勝ちって決まれば、はい、本当一気にビッグゲームあるからね、うん、シーズン通してね、うん、台風の目になるんじゃないでしょうか、はい、かもしれない、ちょっこんにちは、さあ崖っぷち選手今日は、はい、東北楽天ゴールデンイーグルスです、うん、ちょっと袴さんあれ台風の目のやつ言っといてください、あ、ちょっと待って前回ね、はい、台風の目ってそうなんですよ、静かなのにって、ね、うん、なんで、ね、かき乱すようなイメージあるんだろうみたい な皆さんね、そうコメント欄でいっぱいいろいろ知らないんかって書いたかもわかんないですけども、はい、あの動画の後1秒後に調べました、はい、あ、台風の目っていうのは、はい、転じて激しく動いている物事の中心となる勢力や人物のことなわけですよ、うん、だから台風の目がその物事をかき乱してるんじゃなくて、うん、激しく動いてる中の中心人物になるって意味なんですよ、うんうん、でこの野球で言えばそのもう順位争いってこう激しく動いてるじゃないですか、うん、そこのこう中心人物になるっていう意味ですね、だから台風の目でも激しく動かなかったろ、いやでもまあまあ野球自体がこう盛んじゃないですかみんな激しいじゃないですか応援もで激しくそうなってる中の中心人物になるって意味らしいですよ、うんうん、台風の目がかき乱してるわけじゃなかったです、まあ、だ中心って意味らしいですよ、やっぱ、はい、皆さんそういうことらしいんでね、はい、はい、で佐藤さん今日楽天なんですよね、はい、あと速報お願いします、そうなんですよ、ちょっと今入ってきましたけどニュースにやってください、あ、分かりました、あ、そう佐藤さん、はい、
ちょっとここで速報が入りました。ほう、楽天で。はい、ちょっとお伝えさせていただきます、アストロズとマイナー契約を結び、前楽天イーグルスに所属していたクリス・ギッテンス内野手がまたしても負傷離脱となったということです。また怪我。しかもオープン戦の初日、スイングをしたところ、スイングの際に右膝半月板または膝蓋骨損傷を負った可能性があると、いうことですね。いや、まあ笑ったら怒られるけど、また1打席目で、なんかこう、まあ、1試合目1打席なのかなこれは、うん、はい、で3回の守備から途中交代と切ってしまったということです。なんか聞いた話によると、はい、あの楽天来る前のチームでも1ヶ月に2、3回DL 入ってたらしいんだよ、はい、であの1年間、うん、あの元気にシーズン全うしたことないらしい。ないらしいですね、うん、なんでそんなの取ってきた楽天は、ね、だから多分選手ポテンシャルはすごいんだろうね、うん、でしょうね、うんうん、お払い行った方がいいな。本当ですね。絶対もうだからもうアメリカだと悪魔払いとかかな、はい、本当お払いまずね、うん、行っていただいて絶対行った方がいい。そう、おかしすぎる、はい、そんな。いや、そうだね、毎回初日に行ってるね、うんうんうん、それはもうというちょっと速報をお伝えしました、うん、それはもう速報アンド秘宝だね。そうですね。さあ、ということで楽天、はい、崖っぷち選手、はい、誰だろう。まずは、はい、宮森聡。おー、3年目、2021年育成ドラフト1位で、うん、ね、いきなり選手エンドなのに、はい、一軍支配が登録されて、うん、無失点記録、はい、作ったのが懐かしい、うん、ね、はい、一昨年でした、うん、昨年は24試合登板、防御率 7.71、うん、ちょっとここで踏ん張らないと、はい、そうですね、うん、まさに宮森投手も2年目のジンクスみたいな感じになっちゃいましたよね、うん、がっつりハマっちゃって、うん、で、まあ、あと、今年、はい、前回23日のロッテ戦、うん、3分の2イニング、うん、7失点フォアボール高校、うん、わー、どうしたんだろう。ちょっとね、うん、まあ最初に2試合はちょうどいい感じで投げたんだけどね、はい、13日のロッテ戦と18日の日本ハム戦はね、うんうん、だここちょっとね崖だね、勝負していかないと。そうです、ね、まあ、若いピッチャーたちもね入ってきてるし、うん、リリーフがね、まあ、松井裕樹抜けて、ね、うん、どうなっていくのかっていうところでカチッとはまりたいね、うん、で去年 2年目のジンクスどっぷり疲れました、はい、25歳、今年26歳、うん、はい、ちょっと崖だね。そうですね、2年連続ちょっとこうガクガクっていくと他の選手がね、うん、チャンスになってくるからね、はい、そういったところではここちょっと勝負の時から、ね、そうですね。でリーフはね、うん、渡辺とか、うん、まあ、伊藤真央とかもそうだし、うん、鈴木、はい、結構いいのがね左右ともに出てきてるからね、はい、ここがね、まあ、駒子とかもそうだけど勝負だね、はい、うん、で続いてこちらです、はい、滝中亮太。あー、そうですね、今年30歳。確かにね、うん、まああのね、2021年は10勝5敗と、はい、おー来たと、なんですよ、10勝してた、うん、マー君、岸則本に続く、はい、おー来たぞと、うん、なったけども、うん、22年が2勝9敗で昨年2勝4敗、うん、っていうところで一気に成績が下がり、はい、ここちょっと踏ん張んないと、うん、まあ、先発もね、うん、則本が後ろ行って、はい、マー君、岸はベテランになって、うん、ね、ちょっと10勝勝つのもなかなかね、はい、できない状態になってくる中で、うん、うちとかね、うん、そういうとこ小田とか若いのもね、はい、抜かれたら終わりだからね。そうですね、うん、なんかやっぱ去年ぐらいまでは滝中投手はローテーション入るでしょうってこう、うんうん、まあまあ入るよねっていう感じでファンも言ってましたけど、うんうん、まあ、やっぱ今年ちょっと分かんないですね。分かんない、こうもう、うん、そう勝負していかないとね、はい、でまあここまでね、うん、あの練習試合も含めて2回投げて18日以上日本ハム戦は3失点、はい、で25日の DeNA 戦は3回無失点っていうところでね、うん、まあ、これをで続けていって、はい、開幕ローテ入れるかどうかっていうところだけども、うん、崖っぷちだね。そうですね、うん、今年どうなるかでちょっともう、うん、ポジションは使い変わってくるかもしれないですね。全然変わってくるしね、うん、来年のドラフトにも影響してくるっていうところもあるからね、はい、うん、勝負だね、はい、あ、確かに勝負の1年ですね、うん、で続いてこちらです、はい、田中将大。おお、マー君、マー君ももうちょっとこのね、うん、期待感が崖だね。だから楽天帰ってきて3年終わったけども、はい、まあ、4勝9勝7勝と10勝1回もできなくて、はい、防御率もどんどん悪くなってきてると。今年が36歳の年、はい、ここら辺でバシッと一発ミスとかないと、うん、そのもうまあまあ5、6番手ぐらいのローテーションかなみたいなね。まあ、それでもローテーションにはやっぱ入るんですよ。
入るけどもっていう人いないからね、うん、人が確かにそうですね頼らないとやっぱいけないんです、うん、まだでもそのマークに対する期待が多分なくなると思うんだよ、うん、もう、うん、そうですね応援はもちろんあるよ、うん、でもこの、まあ、マークで十何勝でしょっていうこの計算に入ってこなくなるからいやもうそうですよねでももちろん関東もね、うん、帰ってきてから年に1回あるかないかだからね、うん、でイニング数も少なくなってきてるから、うんうん、ちょっとここはね、はい、ほぼほぼ最後の正念場ぐらい来るんちゃう期待値でいうと、うん、そうですね、うん、今年はね今年もう抜群にグッて頑張ってほしいですねないとね、うん、もうなかなかシュンっていうね、まあ、全員ね、うんはい、一生は頑張れないからね、うんみんなどことでは落ちてくるっていうところもあるけども、はいまあ、これは最後の正念場ぐらいにここで持ちこたえれるかどうかで来年以降が決まるんちゃうかっていうね、はいうん、ところはあるかなと、うんね、やっぱりあの時のマー君のなんかこう凄みというのをもう一回見たいんですよ ね、うんねみんなはね、うん、いい思いあるからね、はい、さあ続いて次野手、はい、野手誰だろうこちらです、うん、太田光おーキャッチャー争いまああの隅田イラグラって、はい、多分もうレギュラーなのよ、うん掴めるかどうか勝負だ ね、 ねこれで太田がもうレギュラーとしていってバシッてくるのか、うん、もう安田とか堀内とか、はいうん、他のキャッチャーにも併用しながらやるのかは、はい、もう太田次第になってくるからねそうですねでもここまで練習試合7割5分だけど、うんまあ、24日の楽天あのドラゴンズ戦猛打賞を打ったそれだけだから、ね、そうなんですよね、うんはい、その1試合ですごい打ったっていうところで、ねうん、あとはあんまり打ってないからねうんっていうところで、まあ、どうなるかだね結構あの堀内くんも練習試合とかでいいアピールしてたんですよ、ねうんうん、なのでそろそろ堀内くんもこう出てきてほしい年代ではあるんですよもう、うん、今までちょっとずっと沈んでたんで、うんうん、本当堀内くんが脅かすような存在になってほしいですよね、うん、あと安田とかねはいあと石原選手とかね、うん、だからここら辺がだからもう安田が飛び抜けるのか、うん、太田が飛び抜けるのか、はい団子になるのか、うん、でも住田いなくなって多分今年太田で行きますよみたいなね、うん、雰囲気あるからねそうですね、うん、そこで掴めるかどうかが崖だね、うん、やっぱり一番経験と安定感があるのはまあ太田選手だと思うので、うんうんうん、まあここがねどうなっていくのかっていうところは勝負の一年になるかなっていうね、はい、ところですそうですね掴めるか、うんうん、で続いて、はい、こちらです、はい、森英五郎ですねでも茂木にとって一番不幸なのが、うん、浅村がサードコンパートなんだそうなんですよねファーストじゃないんですよね、まあ、本人がね、うん、サードを希望したらしいんだよねあそうなんですか取材するとね、はい、っていうところで、うん、浅村がファーストだと、はい、サードにね、うん、鈴木なのか、うん、平なのか、うん、茂木なのか阿部選手なのかっていうね、うん、ところで選択肢はいっぱいあったけども、はい、浅村がサードに来ることによって、うんまあ、茂木もファーストの練習もしなきゃいけないけど、はい、ねまあ、鈴木大地とか、ねうん、他も来るしね、うん、どうなるのかっていうところでは、うん、でもやっぱ森選手今サードとファーストもやってますねそこしかないから、うん、もうだからファーストしかないのよ、はい、出るのだってショートはもう村林だ、うん、で浅村がサード来ることによってセカンド小深田行ったから、はいまあ、この二遊間はよっぽどのことがない限り、うん、多分このまま行くと思うねまあそうですね、うん、ってなったらもうファーストしかないのよ、うん、ファーストなんてよっぽど打たないといらないからねはいそうですね、うんフランコもいるしな、うん、そうだよ、うん、だから外野もやった方がいいんちゃうかっていうのもあるけども、うん、外野も右投げ左打ちはもう大渋滞中じゃん、うん、そうなんですよ外野も、うん、左が多いんでだからポジションがないのよ正直、うん、だからもう崖っぷちじゃないここでもう敗れれば、はい、もう、うん、出るとこないと思うよもうチーム変わんないとない、ねうん、正直ちょっとしたら、うん、7月ぐらいに、はい、あのトレードに出してあげた方がいい選手で名前が再度登場する可能性がありますけども、うんはい、それがないぐらいね、うん、打てばね、はい、っていうところで、うんまあ、監督が変わって勝負できるからねそうですねいやもうすごいいい選手なだけにもったいない感がすごいあるんですよね、うん、出てきてほしいですよ A 五郎 A 五郎ね A 五郎はいっていうところかなはい、うん、まあでも本当ちょっと外野も誰出るかとか分かんないですからね楽天はねでセンター辰巳、うん、そこは決まってますよ、うんであと島内岡島じゃない島内岡島で行きます岡島今いい感じで頑張ってるんだよあとまあ小郷もいるしね、うんうん、そうなんですよね、うんうん、であのキャプテンになった田中和樹とか、うん、結構いいアピールしてるんですよ、うん、うちはね、うん、はい打てば、はい、渡辺義明とかあと中島もいるし、ねはい、後輩の、うん、そうですね、うんうん、そうなんですよ青学のね、うんうん、でも誰もいっぱいいます
どこもいっぱいいるから。そうですね、内野もいっぱいいるし、サードもいっぱいいるからね。どこもいっぱいいる。そうそうそう、はい、っていうところかな。頑張ってほしいな、はい、ね、うん、ということです。はい、ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、横浜 DeNA ベイスターズ編です。はい、視聴者多いですから。はい、ベイスターズ関係者視聴率、あ、関係者視聴率、うん、はい、うん、皆さんよく見てくれてると思う。はい、ね、崖っぷちは厳しく切り込んでいきたいと思います。お、厳しくいくんですね。厳しく、めっちゃ厳しく、はい、うん、じゃあピッチャーから。はい、崖っぷち選手、こちらです。はい、小園健太。おお、3年目ドラフト1位です。そうですね、高校卒業して3年目、はい、うん、早いんちゃうんっていうか分かんないですけど、うん、そうです、なんかまだいいんじゃないですか。もう崖っぷちです。え、もうですか、うん、メディア崖っぷちです。注目されなくなっちゃう。いや、もうそろそろ頑張んないと、うん、だって入る時は小園一番いいんちゃうかと、うん、ピッチャーの中で、うん、いや、これ早く出てくるんちゃうかみたいな感じで言われてて、はい、うん、1年目とか結構ニュースにもなってたし、うん、でまだ2年目もなってたけど、うん、もうあんまりニュースに引っかかってこなくないですか、普通に生活してて。そうですね、うん、見てる人は出てるかもわかんないけど、はい、うんうん、これ普通にプロ野球をチェックしてて、はい、そんなもんダイレクトにバンバン小園小園って来ないじゃん。まあ12球団幅広く見てると、うん、まあ小園っては来ないですよね、うんうん、もうそろそろ頑張んないと、うん、メディア崖っぷちです。そうですね、注目されなくなります。ちょっとこう出てきてほしい感じはありますよね。しかも3年目、うん、ビッグネーム、はい、うん、もうそろそろね、うん、1年間ローテーションで回れとかまでは言わないけど、はい、そろそろ1軍で、うん、最低でも10試合ぐらい先発しないと。そうですね、だからこう一軍でまず見たいですよね、うんうん、しかもね、うん、今年なんて今穴がいなくなって、はい、でひょっとバウアーの去就次第っていうところもあるけど、先発2人もいなくなってんだから、はい、めちゃくちゃチャンスですね、ね、うん、でもこう本当頑張らないと、うん、あの注目されなくなります、はい、でも注目されなくなってもですよ、いずれグーンって出てきたら、うん、その時注目されるじゃないですか。スーパースターはメディアが作るんですよ、はい、うん、あのスーパースターって自分じゃなれないんですよ、はい、結局ね、うん、今のメジャーのニュース見ててもですよ、はい、うん、結局報道されてるの、うん、大谷だけだから、ね、もうほぼスポーツコーナー大谷さんですよ、ね、うん、で山本もしてんじゃんって、はい、あれドジャースに山本いるから、うん、ついでに放送してくれてるだけだから、ね、うん、あれもし山本がマーリンズとか行ってたら、うん、ほぼニュースになってないからね。確かにカメラなかなか行ってないかもしれないですね、日本のカメラ、うん、だって他だったら鈴木誠也や菊池とか、うん、いや確かに出てこないですよね、うん、ニュース前剣とかも含めて、うん、新聞とか見てたら出てるけど、うん、テレビとかほぼ出てこないからね。いや、そうなんですよね。だからほぼほぼもうスーパースターはメディアが作る、メディアがこの人スーパースターにしてあげようと思って、うん、食らいついて報道する人がスーパースターになれるわけで、はい、うん、自分の力ではスターまでしかなれない。なるほど。こいつ金になるってメディアから思われないと、うん、スーパースターになれない。そっか、実績は自分でもちろん作れますけど、うん、それに付随する人気者スタースーパースターにはメディアが作るわけです。つかないとなれない、うん、なれない、うん、ハンカチ王子だって、うん、あのハンカチにメディアがピックアップして、うん、もちろんね、甲子園で優勝したもあるけども、はい、それにピックアップして、うん、行ったからなるわけじゃんね、はい、うん、そうですね、うん、あれ誰も言わなかったら、うん、何も来てないと思う。だから結局はメディアが作るから、はい、メディアがついておかないとスーパースターになれないんだよ、はい、だからついてるうちに頑張ると、うん、どんどん放送してくれるから、はい、スーパースターになっていくんだけども、うん、小園ももうそろそろ頑張らないと、はい、いや、そろそろ一軍で投げてほしいですね、うんうん、で続いて、はい、こちらです、はい、山崎康明。おー、これは、はい、抑えの崖ってことですか。そうだね、うん、どうすんだっていうね。そうですね、でもね、うん、守護神で山崎がいる方が強いと思うんだけどね、 DeNA、うん、まあ、そこで抑えるっていうのがいるけどね、はい、大前提ね、うんうん、でもなんか守護神で山崎が頑張ってる時の方がなんか強いイメージあって、山崎が守護神からいなくなると、うん、なんかバタつくなっていう印象が俺にはあるけどね、うん、はい、だって西武があと23セーブで迷宮回だからね。お、だから守護神でいれば1年でいける数字だからね。今227か、うんうん、ここでここ、ま、いけるよっていうところ見せないと、うん、もうその後守護神決められちゃうから、はい、それで流れていっちゃうじゃん、その選手が活躍したら、うん、はい、だからちょっとここは勝負なんちゃうかっていうね、うん、守護神に向けてやっぱ迷宮回いけるかどうかでかいからね、うん、
今だって4人しかいないからね、はい、250セーブ以上。え、4人しかですか。さあ問題です。はい、4人誰でしょう。あー、はい、待った待った。250セーブ以上250セーブ以上、うん、以上迷宮回、はい、岩瀬さん正解。藤川さん残念。松井裕樹投手入ったんですよね。残念。あれ、待って、はい、250上げてないか。佐々木さん正解。あと2人。ちょっと待って岩瀬さん、佐々木さん、これやっぱソラネプリーグ出てもそれは最下位やろな。ちょっと待ってよ。え、まだ出てこないよ。しかもこれ野球の問題なのに。ちょっと先生ヒント、いい感じのヒントちょうだい。いい感じのヒント。じゃいい感じは、はい、1人は去年達成しました、はい、ああそうですね、うん、増田投手。残念。あれ、ちょっと待って去年達成した。え、もうちょっと分かんなくなってる。もう去年の記憶なくなってる。1人は去年達成しました、はい、1人は監督をしたことある人です。高津さん正解。はい、高津さんすぐ出てくる。出てこなかった。あと1人。あと1人去年、うん、去年。え、プロ野球ニュースもうクビですよ。西武、ロッテ、平野投手正解。あー出てきた。その4人しかいないんだ。そうそう、平野ね、うん、あの岩瀬さん以外は日米通算だけど、はい、で5人目ってなった時に、うん、あと松井裕樹が、はい、あと 2,30 個ぐらい、うん、そうですね。で松田も 2,30 個ぐらいで、うん、で山崎康明も20何セーブだから、はい、そうだだからここ3人が今年いけるんちゃうかっていうところで、うん、言えましたね。言えました。うわ、平野投手ごめんなさい本当に。っていうところでね、はい、うん、山崎康明も、はい、まあ、チャレンジしてほしいからね、うん、まあでもちょっと崖っぷちだね、うん、守護神に向けてはね、うん、守護神崖から落ちる可能性も十分あるからね、はい、うん、うん、まあ、頑張ってほしいです。続いて、はい、森結衣と、ああ、まあね、ソフトバンクにから、はい、DeNA に移ってきたっていうところでね、はい、まあ、先発ね、本当2人いなくなってるからね、うん、はい、まあ、先発でやるっていうところでね、うん、でまあ、ここまでね、日本ハムと広島の、練習試合投げてるけども、はい、もうどちらも失点してないっていうところでね、うん、まあ、チャンスあるからね、枠空いてるし、はい、そうですね、うん、どこまでいけるか、うん、まあ、徳島の後輩だからね、うん、頑張ってもらいたいっていうところと、はい、それに付随して、はい、もう一人、うん、浜口春弘。浜ちゃんももう先発の崖ってことですか。ローテーションの崖。だってもう10勝は 1年目だけだからね。あ、そうなんだ。あと4勝6勝6勝5勝8勝3勝だから、まあ、今だからね、バウアー抜けて、うん、ここはまらないと、はい、もう本当にもう谷間でしか投げませんよみたいな感じになってくるから、うん、これはちょっと勝負がけだね。はい、うん、そうですよね、うん、頑張らないとローテーションからも入れなくなってしまうと。そう、うん、で続いて野手。はい、野手はね、うん、こちらです。はい、林タクマ。おお、え、まだ2年目とかですね。うん、2年目。はい。これうまくいけば、うん、ポジション取れると思うね。おー、ショート。はい。ここまでもいい感じで頑張ってるしね。はい。練習試合含めてね。うん、でもう一人が柴田達也。おお。これ配信抜かれちゃうともうポジションなくなっちゃうから、ね。はい。あとルーキーのね、うん、まあ、井上とかね、うん、ルーキーだから使ってくれる可能性もあるしね。ショートで言ったらあと森選手は。そうだね、うん、まあ、怪我から復帰してきて、あと大和とかもいるけどね、はい、うん、だからそこら辺がやっぱ生き残っていかないと。で、まあ林はね、まあ、2年目だから、はい、うん、まだ若いけども、ここでハマったらね、はい、他を寄せつけないっていうところもあるし、うん、柴田はね、もう30歳だから、はい、うん、抜かれちゃうと、はい、もう本当にポジションなくなっていくからね、うん、ここは勝負になってくるんじゃないのかなっていうね、はい、でしかももう誰もショート生まれなかったら、うん、来年明治から、はい、森山君来るからね、あ、一歩間違ったら。もう取りに行っちゃいますか。キャンプ来てたもん、明治の大学の関係者の人たち。まあ、サブとかね、はい、OB もいるからね、うん、っていうのもあるけども、はい、あるからね、うん、崖だね。そうですね、完全に。確かにここのとこずっとハマってないですからね。ここでもハマればね、はい、胸を取らない可能性も十分あるし、うん、あ、いけるから他行こうか、まあ、あるわけじゃん、はい、うんうん、そういった意味も込めては、まあ、ここは、まあ、あとはこれか、石上ね、ルーキー、徳島じゃん、石上大輝選手、うんうん、もあるから、まあ、そこら辺の競争になってくるけども、はい、まあ、この2年目のアドバンテージの林ね、うん、そして30歳の柴田、こう頑張んないとね、はい、本当にポジションなくなりますよっていうね、うんうん、ところでは勝負かなと。で、あとはこちらです、はい、今ね頑張ってるから、うん、勝俣淳。
おお6年目はいね23歳、うん、やっぱ渡来君来てるからはいってなったところで、うん、渡来がポジションを奪うんちゃうかみたいな今報道で言えば、うん、渡来君スーパースターになれる報道されてるわけよ、はい、そうですねメディアが食いついてめちゃくちゃ追いかけてますよね、うん、ってなった時に、はい、ねレフト佐野、うん、ねでオースティンがファーストらしいのよ、はいうん、で外野渡来って、うん、なってこと一つしか後は言ってないじゃんそうですねあと桑原なのか、うん、楠本ライトなのか、うん、とかね関根なのかっていう ねあと梶原なのかみたいなね、はい、あるところで、うん、勝つまた、はい、チャンス到来、うん、今めっちゃ頑張ってる、はい、しかもめっちゃ打ってる、うん、出た試合、うん、ほぼヒット打ってる全試合、めちゃくちゃいいアピールしてる18日のロッテ戦1打数ノーヒットだけで、うん、あとほぼ全部打ってるへこれはチャンス掴めるかどうかの、うん、ね確かにしかも昨年ね、うん、2軍で105試合2割7分6厘ホームラン6本持ってるから、うん、でオフに支配下になってね、はいうん、さあここで野手転向だからピッチャーだったのかな入った時あそうですね、うん、野手転向2年目なんだ、うん、去年がだ今年3年目これで、うん、掴めばねいけるやん、はいうん、この1軍掛けのビッグチャンスを掴んでもらいたいなっていう、はい、まだ1、2軍ね行ったり来たりの選手だからね、うんそうですね、だ育成になってて、うん、それでオフにこのオフに支配下契約になったのかなそうだね、うんうんはい、だチャンスあるじゃんいやそうですね、うん、一気に、ね、渡来に陰に隠れてるかも分かんないけども、はい、この勝俣がグッてくれば、うん、外野もね、はい、いい感じになるわけじゃん、うん、これで 一軍掛けだねそうですね、うんうん、こううまくハマれば本当開幕スタメンもね、うん、あるからね、はい、これはちょっとしかも6年目だしね、うん私まだだから1軍で出たことがないわけですよね、うんうん、しかもでもまだ若いからね、はい、6年目だけどね高卒で入ってるからね、うんうんうん、でもこの崖をね、はい、乗り越えて、うん、どうなってるのかこのだからシーズン後が楽しみだねそうですねこの勝俣林あたりはシーズン後楽しみだね、うんはい、でもしかしたらすっごい勝ち取って、うんね、おおみたいないきなりのタワマンいってるかもしれないし可能性も十分あるからね、はい、もしくはやっぱ厳しかったかみたいな、ね、感じもあるけども、うん、そこら辺はちょっとね、うん、楽しみに見たいけども、はい、逆にこの勝俣とかね、はい、渡来とか林とかが勝ち取っちゃうと、うん、もうそこの裏にいる海老名とかね、はい、楠本とか、うん、上里とか、うん、もう奈落の外に落ちちゃいますよみたいなねでも楠本選手も結構いいアピールしてますねうん、うん、内野だと京田とか ね、はい、ね西浦とかねもう落ちちゃいますよっていうね、はいっていう裏にはいるけども、うん、この選手たちの頑張りはね、うんまあ、楽しみだなっていうところがあるんでね、はいはいまあ、袴田さんも全員ね、うん、250セーブ以上言えたってねよかったー、はいはい、次、はい、また問題考えてくださいやめてください、もういいです、はい、ちょっこんにちはさあ、崖っぷち選手、はい、最高のセーブライオンズです、はいはい、唯一、うん、キャンプに行けてないっていうそうですねなんで1日からやってくれへんのやろなあれなんでだったんでしょうね、うん、1週間ぐらい遅れてねえ、うん、なんかまあちょこっとネットニュースで見たのは、はい、なんか1月31日がバタバタするからみたいな、うん、でもね、もし2月5日からでも2月4日がバタバタするから一緒じゃんねはいって俺は思うんだけどうん、うん、どういうことなんでしょうね知らん、うん、ねえ、はい、まあ、っていうところでね、はい、西武の崖っぷち選手、うん、ね、はい、なかなかやっぱ外国人選手が良さそうだねおーヤンとかもそうだけど ねはい、うん、あとルーキーも頑張ってるしねうんその中で、はい、崖っぷち選手、はい、誰だろうこちらの選手です渡辺雄太郎おー確かにそろそろね、うん、そろそろもう今年で6年目、うん、まあ高卒だけどね、うん、そろそろいやもうあの来る来る来るって言われてくるくる詐欺だから本当まだなんみたいな、うん、まあ途中ね2年目とか怪我もあったりしながら、はいうんね、そうですねっていうところで、うんまあ、昨年は2試合投げて防御率 0.28、うんね1勝0敗、うん、もう来るでしょと、はい、くるくる詐欺やめてくださいよと、うん、そうですね、うん、でも先発が、はい、層が厚い、うんね、そろそろだ3年目ぐらいで1回こう、うん、おって感じだったんですよね、うんうんうん、4勝ぐらいしてて、うん、ファンの期待値もめちゃくちゃ高いんですけど、うん、けどしないといいピッチャーがいっぱい入ってきてるからね、うん、そう投手王国ですからね、うん、負けちゃいますよっていうね、うん、ところではもうそろそろ頑張らないといけないんちゃうかっていうね、はい、そうですね、うんうん、で続いてですね、はいこちらです、はい、増田達志おーもう
ベテランですもんね、うん、まあ、昨年も40試合投げてね、はい、まあ、防御率 5.45、うん、10ホールドポイントの19セーブ、うん、っていうところで、はい、今年36歳になりますけども、はい、うん、頑張りどころだね、うん、これはそうですね、正直、うん、まあ、リリーフにね、カイノも入っていた、カイノが一番ライバルやるな、はい、で今年はマメだね、はい、リリーフ、ね、っていうところも良さそうだしね、うん、まあ、守護神が誰になるのか問題もあるけども、うん、ヤンも良さそうだしね、そうですね、しかもこのアブレイヨもね、うん、いるし、はい、こう踏ん張りどころだね、うん、いつもオープン戦の見栄えがいつも悪いからね、うん、130キロぐらいだから、はい、あれみたいな、でもまあシーズン入ったらちゃんと投げてるんで、うんうん、ベテランならではのこうシーズンに合わせての、そうそう、心配になる見てて、はい、まっすぐ遅みたいな感じになるけども、はい、でもまだ若いのが出てきてるからね、うん、この守護神っていうところで言うと、まあ、ここまでセーブは194セーブ、あと6で200セーブ、でもホールドも137あるからね、はい、ホールドポイントか、確かに本当抑え誰がやるんでしょうね、うん、だからそこがね、カイノなのか、はい、ね、マメダなのか、アブレイユなのか、うん、ね、マスダなのか、うん、っていうところはねあるけども、はい、まあ、ちょっとこう崖っぷちじゃない、勝負じゃない、そうですね、こう負けちゃうとね、もうポジションなくなっちゃうから、抑えの崖っぷちですか、もうそれは、でも抑えで負けちゃうと、はい、リリーフも、うん、結構いますからねっていう、そうなんですよね、うん、だからそこで踏ん張らないと、うん、ね、一軍の居場所もなくなっちゃうから、あ、そうですね、うん、そこ踏ん張れるかどうかも含めて、うん、はい、まあ、勝負なんちゃうかなっていう、今年ね、うん、非常に大事な、そうですね、うんうんうん、っていうところはね、はい、あると思うんだよね、うん、で続いて、はい、野手、うん、まず最初こちらです、はい、小賀優斗、あ、まあ、キャッチャーで、うんうん、これも、はい、もう、うん、多くの人が、はい、ね、うん、まあ、今年3年目になるけども、多くの人がもうキャッチャー古賀じゃないみたいな、うんうん、になってますけども、はい、けども掴めますかね、崖っぷちって、あ、正捕手崖ですか、うん、で住谷に帰ってきましたね、うん、はい、そこで出場試合数減りませんかねみたいな、いや、まあ減りますよね、あの月、あとだからもう打つかどうかだけだと思うんだよ、うんうん、結局ね、はい、まあ、去年もね、うん、2割1分8厘だからね、うん、まあ、守備はねいいところを見せるけども、はい、結局それで勝ってたらね、うん、古賀が打てなくても我慢できるんだけど、はい、勝ててないとね、うん、で住田に行きましょうかとかになるじゃんね、うん、はい、だからこの古賀がバシッとね、うん、これはもう古賀は本当にもう森が抜けるのを見越して2021年ドラフト3位で取ってきてると思うんで、はい、中央大からね、うん、でまだ24歳じゃないですか、なので住田選手はもう結構なもうベテランになってるんで、だからその結局は住田と併用みたいな感じになって、はい、いや、ここが一人じゃ荷が重いなみたいな、はい、だから太田と一緒だよ、楽天の結局太田も出てるけど住谷も結構出るじゃん、はい、いや、一人じゃなみたいな感じになるから、それを一人でもいけるなって見せれるかどうかの勝負かけてる、はい、なるほど、はい、うん、正捕手がっちり掴めるかどうかの崖です、はい、はい、うん、頑張ってほしいな、で続いてこちらです、はい、陽川直政様、おお、昨年ね、はい、現役ドラフトで来て、うん、移動してきて、今年2年目になるけども、はい、もっといけると思ったけどね、うん、そのね、2022年が阪神2割9分4厘ね、特に左キラーね、うん、はい、っていうところで活躍して、まあ、外野を守れてっていうね、うん、サードもいけるぞっていうところではチャンスあるかなと思ったけども、うん、西武に来たらね、1軍9試合、1割6分7厘、うん、これ今年頑張んないとね、うん、それこそ今年33歳、はい、ちょっとピンチだね、だ全体的に出場機会がもうね、うん、もらえるかどうかっていうところになってくるんですもんね、分かんないしね、でしかも今年の西武でいうと、まあ、ファーストはね、うん、外国人がハマるだろうけども、はい、サードはね里立つかも分かんないし、うん、ね、どうなるんやっていうところで、はい、まあ、外野も含めてね、うん、まだポジションのチャンスはあるけども、はい、ハマらなかったら、うん、でしかも大砲系の森田レオンも来てるしね、はい、伊勢のラオウがねでもまだって言ってるんですよね、村田レオン君は本人が謙虚だから、うん、謙虚、今年じゃないって言ってるんですよね、いやいや今年から行く気で行けよってちょっと思っちゃいますけどねあれやっぱあれかな、うん、令和世代かな、あ、ガツガツしてないっていう、うん、やっぱ昭和だとビッグバウス系でね、うん、行くけども、はい、もういるから、だから陽川もちょっとこれ崖だね、うん、正直野球選手崖だね、うん、確かにそうですね、今年頑張んないと残っていけるかっていう、そうそう、やっぱりその育成、うん、現役ドラフトも、うん、跳ねる人とクビになる人もやっぱ去年1年間でいたからね、はい、うん、同じような数だけね、うん、だからそこら辺のがどこまで頑張れるかっていうところは、はい、勝負になってくるんじゃないのかなっていうね、うん、
でも本当外野も誰が出るかっていうのは正直分かんないところですよね。そうだね、うん、あと続いてこちらの選手です、はい、鈴木翔平。うわー来たか。でも休んでる場合ちゃうで。いや本当そうなんですよ。怪我で。怪我なんですよ、うん、はい、そのもうそうなんですよ。今西川真奈也めっちゃ頑張ってるからね、はい、結果残してさっきの思い出。何笑ってんだよ名前言ってるだけなのに。いやさっきだってこれ動画撮る前に佐藤さんが最近相川金也めっちゃ頑張っとるでって言ってて、相川金也ポンハテナポンポンポンってきて、そんなこと一言も言ってないで先生と相川金也って誰ですかって言ったら、あ違うわって言ってまた違う名前言ってましたもんね。いやそんな名誉毀損で訴えます。いやいやしかも愛もマナだしもうすっごい適当に言うからね、西川選手頑張ってますよね。電話かかってきてるよ、ちょっと出ていい？どうぞ。え、で、誰でしたっけ？あ、で、鈴木翔平ですよねそう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 、そうだね、はい、まあ、そう鈴木翔平がどうとか言ってるんじゃなくて、はい、頑張ってるからね、うん、でも怪我して休んでるじゃんね、はい、これがね、人の不幸は蜜の味って言ってね、プロ野球選手誰かが休んでたら誰かがハマるとね、はい、でまた今ね、袴田さんさっき言ったように外野が決まってるわけじゃないから、うん、決まってないところで、はい、この西川がパシンってハマったら、うん、帰ってきた時にもう場所なくなっちゃうじゃん。いやそうなんですよ。だからこのね、休んでることがピンチだね。ピンチですね。痛いところで怪我しましたよね。おお、まあ仕方ないんだけどね、うん、そこで蛭間とかね、はい、この西川、うん、あと、まあ、まあ、コルデロは多分 DH になるんちゃうかとは思うけども、うん、まあ、そこに岸とかね、若林とか入ってくるわけじゃん、はい、いやそうなんか今まではこうがっちり誰もはまらなかったじゃないですか、うん、誰かが出るみたいな形だったので、うん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 、やっぱ鈴木翔平選手もまだチャンスが毎年あったんですけど、うんうんうん、これはまられちゃうと本当出るわけなくなるんですよね、うん、だからこのね、まあ、戦えてたらね、はい、いいんだけど、うん、これ今で怪我で休んでるっていうところがね、本人も焦るだろうけどね、うん、ちょっとピンチだね。いやまあ焦らず早く直して、うん、そう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 、うん、無理しないで早くね、はい、これ難しいんだよ。でも焦っちゃうじゃないですか、多分。でもやっぱね、うん、でもそういったところでは、はい、勝負勝負っていうかね、うん、これがどう外野の情勢がね、うん、変わっていくかっていうところは、はい、まあ、崖っぷちだね。そうですね、うん、ちょっと続いて、はい、あまだいる渡辺健人。別件ですか？もうそろそろ見たくない。もうそろ、確かにもうそろそろ爆発してほしい、うん、じゃないと、はい、ここも諦められちゃうじゃん、うん、今佐藤達も頑張ってるけどね、はい、サードでね、うん、佐藤龍か、佐藤龍星だもんね、龍星の子だね、うん、佐藤達だけどね、はい、達って意地ですからね、うん、ね、というところでね、はい、まあ、そこそこおかわり君がベテランになってきてね、はい、こうハマってきてほしいっていうところもね、うん、あるけどね、はい、まあ、どういう頑張りを見せるか。でもここもハマらないからね、うん、結局外国人とか取られてきちゃうわけじゃん、いっぱいね、うん、だから今年が、4年目だからね、はい、ドラフト1位、うん、そろそろ最低でもね、うん、2桁のホームランはね、はい、打ってアピールしていきたいなっていう。そうじゃないとまだどんどん取られるからね、うん、やっぱりこうおかわり君の後継者って意味でも、うん、こうそろそろこう育ってほしいですよね、うん、っていうところがあるね、うん、はい、まあ、というところがね、はい、西武のね、崖っぷち選手でした。はい、ちょん、こんにちは。さあ崖っぷち選手、はい、今日は広島カープ編です、はい、最下位予想してますけど、首位予想からの最下位予想をしたカープ、うん、佐藤さんがね、うん、はい、まあ、ちょっと西川なら大きいやろっていうね、うん、大きいですね、うん、ところで、はい、カープの崖っぷち選手、はい、投手、うん、こちらの選手です、はい、大瀬良大地。何がけですか？先発ローテがけ？信頼がけです。信頼がけいろんながけがありますねまあね、はい、昨年も、うん、達川さんにね、はい、15勝しなかったら解説者やめますって言ってね、そこまで言わしめた、はい、逸材なわけじゃないですか、はい、ね、うん、これまでタイトルもね、新人王、うん、最高勝率、はい、最多勝をね、うん、取ってきたっていうね、うん、ところで、まあね、このカープのエース、うん、今年33歳、はい、ね、なんと昨年は6勝11敗、2022年は8勝9敗、はい、だから2021年10勝5敗からもう2年連続勝って出ないわけ、うん、でしかも防御率も去年 3.61 と、はい、すこぶる悪くなってる、うん、っていうところを考えると、うん、崖です。
確かにちょっとこう下ってきてるように見えちゃいますもんね。そうなってくると安心信頼のエース格としての存在感が崖になります。そうですね、なんかこう大瀬良なら必ずまあ10勝はしてくれるだろうみたいなのがなくなっちゃう ね、 ね、 なくなっちゃう。大瀬良か、よくて10勝10敗やろうぐらいになっちゃうんで、でしかもね、新人で常広入ってきて、はい、そうですね、で栗森下っていうところもね、いる中でもう番手が大瀬良から考えてやったのに、で森下栗でしょ、もう常広もいて大瀬良みたいな感じになっちゃうからね、この安心と信頼のっていうところがね、崩れてくるっていうところでは、今年ねちょっと奮起して最低でも10勝しないとね、っていうところはあるんじゃないですかね。はい、そうですね。そして続いては、はい、高橋光也アンドアンドトネ千秋、はい、ここです。はい、崖です。崖ですか。ちょっと左がね、高くんも入ってきたっていうところもあるし、まあ堀江も左がいて、っていうところでちょっとチャンスがなかなかなくなってくるからね、こう踏ん張っとかないとね。そうですね、で玉村もね、玉村もちょっと前ね、俺崖に言って、玉村崖じゃないでしょっつって、いやいや今ちゃんとパシッと頑張っていかないと先発ローテーションから外れていきますよって言って、結果ね2021年は17先発して、で崖になってつかめなくて、結局その後9試合9試合 と試合数を半分に減らして、で4勝2勝3勝と落ちてきてるでしょ、ね、だから俺のこの崖の時に言って掴んとかないと、その後鳴かず飛ばずになったりとか、チャンスが分散されちゃうのよ。なるほど、今が勝負年ってことですもんね。そうそう、ここでだから利根も、ね、この、高橋光也もここでバシッとはまっていかないと、ね、こういかれちゃうからね。でこの今投げてるね、滝田和樹生徒、ね、道都大左じゃないですか、で高も左じゃないですか、で左で森もいて黒原もいるわけでしょ、踏ん張っとかないと、左めっちゃいるからね。そうですね、でも誰も出てきてないの、まあ、堀江がねリリーフで踏ん張ってるっていうところもあるけども、で長谷部もいる、ここで誰かがバシッとはまってね、床田に続けじゃないけどね、行かないとチャンスはあるからね、でも踏ん張らないともう本当にねカープ掛けから落ちちゃうからね。そうですね、トネ投手もちょっとこう30超えてきてますしね、でまあ現役投手で来てね、まあ、そこそこの試合数は投げてんだけども、やっぱここで踏ん張って必ずトネみたいなね、感じの存在になってくると、居場所としてはしっかりするから、そういった意味ではこのね左じゃ左投手、競争掛け、そうだね、だから森、黒原、高、でもう床田と堀江は決まってると思うから、で滝田、高橋光也、長谷部、で遠根、玉村、左掛け、左掛けいやでも高投手とかその辺はもうまだもうルーキーじゃないです か、だかまだ失敗してもまだいけるじゃないですか、全然ね、でも、失敗してもいけるけど、他の人たちがガチってハマったら、確かに入る枠ない、枠がなくなったら、頑張ってもノーチャンスになってくるのよ、いやもうハマったわみたいなね、感じになってくると、あとはなんかもう敗戦処理とか、もうなんかもう谷場の先発みたいなね、感じになってくるから、空いてるうちに、もう1年目だろうか10年目だろうか、座ったもん勝ちだから、こうチャンス生かせればっていうところでね、生かしきれないからこんな感じになるからね、左掛けです。左掛け、左左腕掛け、誰が生き残れるか、そうですね、誰が出てくるか、生き残ったらもう強いからね、3年とか5年いっちゃうからね、ちょっと1年間調子悪かったもね、別に地盤が緩んだりしないじゃん、まあ、期待値もありますからね、そうやってくれるという、そういった意味では、誰がこの左掛けからね、できるかっていうところ、あと大瀬良がね10勝しっかりしてほしいなっていうね、多くの人の期待感はあるんじゃないですかね。はい、で続いて野手、中村翔成、96番苦労です、苦労しろと、苦労しろっていうね、背番号変わりまして、96、ね、変えられちゃってね、7年目。でもあのいろんな話聞くと、自身で外出禁止令出してるらしいね、キャンプ。あ、そうなんですか、自分もう自主的に外出しませんって言ってるんですか。で、あとはやっぱね、いろいろ聞くとやっぱ選手に聞いてポテンシャルすごいらしいのよ、なんか身体能力高いって聞きますよね。だからそれを結果に生かせれるかどうかだから、ね、
で外野を西川いなくなって、はい、っていうところでね、うん、チャンスあるわけじゃんね、うん、末金も怪我で出遅れてるっていうところで、はい、チャンスあるわけじゃん、うん、ここつかめるかどうか勝負だね、はい、やっぱりこう生まれ変わってるっつってね、うん、なれるチャンスあるから、いや大チャンスですよね、うん、本当に、うん、今田村の方がね先行してるからね、いやなんか今ね話題をね、うん、だからここで踏ん張れるかどうかっていうところはね、はい、自身にとってもかなり大きなね、うん、勝負かけになってくるんじゃないのかなっていうね、うんうん、ところと、まあ、もう一人ね、はい、こちら宇草晃暉、はい、うん、こちらです、はい、まあ、こちらも外野でね、うん、昨年は1試合も1軍で出なくてっていうところでね、はい、うん、2021年には2割9分1厘、うん、ちょっと守備のスローイングがね不安定っていうところはあるけども、うん、打てばチャンスあるからね、うん、でもここも頑張っていかないとパチッと田村とか下のやつに抜かれちゃうともうポジションなくなるからね、はい、うん、そうですね、西川選手のところに誰が入るのかっていうね、うん、で続いてこちらです、はい、林晃太、まあ、3年目だけども、はい、ね、期待値でかいからね、うん、こう掴んだらでかいよね、そうですね、うんうん、掴んだらでかいよかけですそうなんだ掴まなかったらこうまだ分かんなくなっちゃうよっていう、うん、でもそんな競争相手いないからね、うん、ポジション的にもあとはねこの葉月とか、うん、ニラサーとか矢野とかね、はい、そういうなんかこの同じようなタイプのね、うん、感じの選手は結構多いけど、はい、ね、高卒6年目か、うん、そういった意味でも、うん、まあ、勝負にね、うん、なってくるんじゃないのかなっていうね、はい、期待値あるだけいいですね、そう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 、うん、もう名前も俺に名前も呼ばれなくなったら終わりだからね本当の人言えないからねそうですね、本当に危ない日はね、うん、もう終わりかなみたいな人言えないから、ね、はい、そういうガキじゃないですからねこの企画はね、ノーチャンスみたいなね、はいどんなに頑張っても無理そうの人言えないからね、はい、ね、だから期待値がある人を、ね、名前上げてるわけですから、そう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 、はい、ね、うん、そういった意味ではね、どこまで頑張れるか、うん、ね、掴めるうちに掴んでいかないと、はい、まだ若手来るからね、うん、正直ね、うん、下手したら広島も宗山行く可能性あるからね、うん、おー、ショート、小園選手とかいるけど小園サードに回して、あ、別に小園サードでもいいから、うん、そうですね、うん、そっか、うん、もういいショートがっちりはめに行くっていう、うん、可能性十分考えられるからね、二俣くんがでも最近いいんですよ、うん、二俣くん育成でキャッチャーで入り、うん、でも内野手に転向し、うん、今めちゃくちゃアピールしてるんですよ、ね、うんうん、結構練習試合から今はもうずっと打ってると思うんですよ、ね、しかもどこも漏れるからね、でショートサードとかですよね、外野もいけるしね、うん、で肩強いだろうしね、うん、チャンスあるね、二俣くんハマる気がするんですよね、あら、じゃあで宗山くん大丈夫です多分、うん、そうなん、うん、じゃああれちゃん今年の新人を予想ドラ1いけるんじゃん、4年目だからチャンスある、あるか、あるぞチャンス、いやでもちょっと今年ピッチャーいっぱいいるからな新人を、いや関係ないじゃん打ったら新人を、そう確かにそうですね、1位じゃあ、いや分かんない、開けとくわ、いやそれは分かんないです、えそれは分かんないなんか期待値と裏が判定してる、いやいやいやでもチャンスあるよね二俣くんね、新人を、うん、新人じゃなくて今年ブレイク、結構ブレイクブレイクしたら新人王いけるし、いや結構ブレイクめちゃくちゃ楽しみなんだよ、まあ、キャッチャーも坂倉だからね、コンパクトしよかったよね、はい、うん、そういったところではね、そうですね、うんうん、しかもだってピッチャーがさ常人とかも取れてるからさ、はい、来年そんな急ピッチでピッチャー行く必要ないじゃん、そうですね、1位2位で高くね、広くん高くいってる、でその前だって黒原森とか、あ、そうですね、ね、うん、で滝田とかも取れてて、はい、で川田、うんうん、で斉藤ね、はい、で栗林も取れてるわけでしょ、うん、そうですね、ってなったら来年あるね、頑張んないとね、頑張んないと、頑張んないとそういうの来るから、ビッグウェーブが来るからね、うん、ドラフトで、確かに宗山くんで明治やからね、はい、野村とかも明治やし、ああ確かに、うん、森下投手もそうだ、うん、あるね、あ広島宗山あるね、ありますね、でも絶対強豪でしょうけどね、行ったところで、うんうん、でもまあピッチャー取ってるから、はい、そんな慌てて外れてもバタバタする必要ないじゃん、はい、あるね、ってなったら頑張んないと、二俣くんもちょっと小園サードの宗山ショートあるね、はい、いや二俣サードもありますよ、二股、小園選手で小園、菊池の後のセカンド、はい、んでも小園試合出るよ、でそうですよね、絶対出ますもんね、うん、うん、そうそう、あるよ、二股くんちょっとコンバートしたからには頑張ってほしいな、ねえ、はい、今いい感じだからね、うんうん、じゃあ新人およそ、いやそこは分かんないです、まだそれはまだ分かんないと、はい、
まあ、ということがね、はい、まあ、広島のね、崖っぷち選手でした、はい、ちょっこんにちは。アンチではありません、崖っぷち選手、ソフトバンクホークスです。はい、アンチなんですか？俺だからもういつも言ってんじゃん、はい、好きとか嫌いとか全くないっちって、うん、なんでアンチって言われてるんですか？多分だよ、うん、全員じゃないと思うんだけど、はい、まあ、ホークスの一部のファンの人は、はい、やっぱあのずっと強かったから、うん、あのネガティブなこと言われるのに慣れてないんだよ、あ結局は、はい、キーってなるんちゃう、うん、で、こんでなぜそんなこと言うか、こいつはホークスのことが嫌いだからそんなこと言うんやろうっていう、はい、多分思考なんだろう、ね、ああなるほど。確かに球団ここ嫌いとかないですよね。だからそういう人たちは嫌いなんかあるんだよ、うん、はい、ああもう嫌いみたいな、はい、好き嫌いで生きてんちゃう、うん、下手したら。なるほど、まあ、こんなこと言うとまた火に油注いでみたいな喧嘩売ってるのかみたいな感じになるけども、うん、俺好き嫌いで生きてないからね、うん、そうですね。そもそも私も推しはあっても嫌いはないんですよね、うんうん、俺推しもないからね。あ、そうですよね、うんうん、推しもなければ引くもない。引くもない、どういうことで引く押し引きねそっちか、うん、まあ、ということでね、はい、ソフトバンク、うん、ソフトバンク選手、うん、はい、こちらです、はい、まずピッチャーから、はい、坂東優吾。あー、坂東投手、うん、崖っぷちです、うん、はいはい、何崖ですか？そんなにチャンスは長年待ってくれませんよ崖です。うわー、まあね、うん、昨年も、うん、昨年受賞するんちゃうかと思ったのよ、はい、シーズン前はね、うん、でも結局は先発11、うん、リリーフが19っていう、なんかちょっと、ね、計30試合でちょっとどっちつかずみたいな感じの起用法、うん、で、5勝4敗、はい、1ホールド、3セーブポイントっていうね、うん、ところになりましたけども、うん、まあ、多分本人は先発やりたいんだろうとは思うけども、うん、あの先発投手陣が、はい、なかなかあの安定してないメンバーの中で、うん、はい、そこにきっちり座れないところがね、うん、まず何か足りないんだろうね。そうですね、でもここをもう空いてるうちにはまんないと、うん、はい、もう本当どっちつかずな選手になりますよっていう、うん、ビッグチャンスだからね、はい、特に今年とかね。そうですね、本当やっぱ去年も先発足りないっていう感じでしたからね、うん、今年も本当足りないから、うん、仮にそこが坂東がチャンスを掴んだ場合に付随してくるのが崖っぷち、こちらです、はい、武田翔太東浜なお。うわ、東浜投手もそこまで来ちゃいますか。いや、そいつらがそこを掴んじゃうと、はい、その人たちの場所なくなっちゃう。確かに東浜投手もちょっと番手が落ちてきてる感ありますもんね、うん、まあ、東浜投手もね、うん、22年はね10勝6敗、はい、いったけども、うん、昨年6勝7敗、はい、防御率 4.52 っていうところで、うん、まあ、今年34歳の年、そうです、私同い年です、うん、はい、踏ん張りどころ、うん、ここがね、はい、で、あと武田翔太、昨年はい29試合登板、先発2回、うん、3.91、はい、もうリリーフなのかなっていうね、うん、ところもあるけども、はい、ね、今年31歳。そうですね、うん、いや、なんかあの一時のものすごい輝きがなんかあるから、うん、なんか またあれを見たいってこうファン思っちゃうんですよね。そうだね、でも10勝以上したの2016年最後だからね、武田は、はい、まあ、どうなんやっていうね、うん、そのだからこの坂東、この若いのと絡み合ってね、はい、全員がグッと押し上げるのか、まあ、全員押し上げていったらホークスも強くなるけどね。なりますね、正直で、うん、はい、ここがハマるかどうか、まあ、チームにとっても大きいしね、うん、本人たちにとっても居場所っていう部分ではね、はい、閉ざされるか、うん、未来が広がるかっていうところは、うん、勝負になる一年になるんじゃないのかなっていうね、はい、いや、東浜投手もまだまだ頑張ってほしいな。同級生だからね。そうなんですよ、なんか同級生とかがこう少なくなっていくのが、うん、一番頑張ってる同級生誰？浅村選手かな。あ、うん、頑張ってるね、はい、西内投手とか、あ、まあ、則本投手とかも頑張ってます、はい、じゃ続いて野手、はい、甲斐拓也。何がけですか？ん、正捕手がけも安泰ですよね。なんだけども、けども、はい、まあ、昨年もホームラン10本打ってんだけども、はい、打率2割2厘、うん、その前が1割8分、はい、ね、2割5分超えたのは2019年のみ、うん、ね、そっか、っていうところで、はい、ね、打てなくても、うん、チームが勝ってるから、うん、キャッチャーは評価されるんだよね。確かに打つか勝つかだからね、うん、ってなった時に打てなくて、はい、負けると、はい、さ、ここ数年下位への風当たり結構強めじゃんね、ファンの人たちもそうだし、うん、ってなった時に、うん、バシッとやっとかないと心当たりで、うん、そうですね、うん、ちょっともうそんなに使うなみたいな声が一気に上がってくる可能性もあるから、うん、
そしたらね、同じキャッチャーでも、ね、うん、谷川原とか、うん、他にもね、海野とかいるわけだから、はい、ね、出番がね、はい、そっちが増えていくっていう可能性もあるしね、うん、でしかも、うん、ベストナインとゴールデングラブの連続記録が止まったのよ。だからどっちも取れなかったのは、うん、17年以来初めてなのよ。ベストナインは取れない年もあったけどね、森が取ったりして、はい、うん、でゴールデングラブは17年から22年まで、うん、5年、6年連続か、はい、取ってたの、うん、それが途絶えて、こう途絶えてガタガタガタってくるパターンあるからね、うん、今年は自分が打ってチームもやっぱり優勝勝たしてってなると、うん、やっぱり下位やなってなるけども、さすがっていうね、うん、ここちょっとね、うん、はい、自分の評価を守るためにも、うん、はい、評価守れるかがけです。おお、なるほど、勝負年ですね。勝負年、うん、ね、ここは結構ね、大事だと思う、うん、ね、キャッチャー渡辺陸もいるしね。そうですね、うんうん、若手もいますからね。で続いて、はい、野手三森まさき。なんか安泰感ありますけどね。いや、セカンドに牧原来てるんだよ、はい、あー、そっか。でしかも、はい、小久保監督が最初は、うん、ベストオーダーで行くって言ってて、はい、練習試合オープン戦含めて数試合はって、はい、そのベストオーダー、うん、1番セカンド牧原、はい、2番レフト近藤、うん、3番ライト柳田、うん、4番ファースト山川、うん、5番指名打者中村、うん、6番ショート今宮、7番サード栗原、8番センター柳町、で9番キャッチャー海野、うん、まあ、ここら辺は多分海斗ね、はい、っていうところもあるし、指名打者もこうウォーカーっていうね、うん、ところもあるけども、この流れで来てるんだよ、うん、そうなってきたらよ、はい、三森がセカンドもっていうね、ところになってくるじゃん。そうですね、うん、いや、かなり競争ですね、これは。で、足とか、はい、って考えたら、うん、シュートとかがいると、はい、ベンチ枠も減っていくわけじゃん。そうですね、去年一昨年とかなり頑張ってましたけど、うんうん、牧原がセンターだとね、はい、そこまでっていうところなかったけど、牧原がセカンドに来ることによって、そうですね、三森がポジションなくなりますよ、崖になってくる、うん、2割5、6分打ってるけども、うん、ベンチとしたら納得できなかったのかな、はい、もうちょっと足りないと、うん、だそこに牧原来るからね、うん、これちょっと勝負だね。そうですね、うん、かなり勝負の年ですね、うん、そしてもう一人、はい、中村明。わあ、でも、もう大ベテランですよ。でも山川がファースト、はい、ウォーカー DH、うん、ポジションありませんじゃん。そうですね、うん、まあ、もしくは最悪中村、うん、レフトの近藤センターみたいなのあるよ、うん、はい、もちろん。だから何かと忙しそうな1年になるよね。そうですね、もうコンバートコンバートで、うん、うん、でファーストもね、20年から3年まで4年連続ゴールデングラブ賞取ってるけども、はい、もうファースト山川だろうしね、うん、あとウォーカーだから人次第だね。はい、そうですね、うん、なんか人次第がけです。うん、人次第がけ、うん、本人の実力はあるから、うんうん、でもウォーカーとかが打っちゃったりして、はい、ね、うん、ポランコみたいにホームラン王チャンスあるんちゃうかみたいになっちゃうと、はい、ウォーカーも守るわけにいかないから、うん、でそしたら、はい、もう DH ウォーカーになっちゃうじゃん。そうですね、あとベンチの中村をどう使うかがけもあります、うん、これ使い方によってはね、はい、かなり戦力アップするけど、うん、使い方によったら中村も死んじゃうからね。え、使い方によってはってどういうことですか？だからもう代打一本みたいな、はとか、あとはそのね、どこまで我慢するか問題あるから、うん、はい、ウォーカーも打てなかったらもうすぐ中村っていくのか、うん、ちょっとウォーカーで我慢するのか、はい、センターもね、センター柳橋とかシュートがうまくいかなかったらもう近藤センターまでしてまでレフト中村使おうってなるのか、うん、だからここら辺のマネージメントかけでもあるよね。そうですね、うん、うん、いやもう代打一本となったらもう代打の神様的立ち位置を守るしかなくなってきますもんね。そうだね、うん、でもそうやってくると代打出すところで言うとね、はい、キャッチャーのとこだけになるからね。そしたら貝掛けが、うん、貝の、はい、そう、確かにいろいろ混じり合ってるから、うん、確かに人次第ですね、誰がどうなるかで、うんうん、もったいない、なんかこうこのいい選手がこう出られないっていうのまたちょっともったいない感ありますよね、うん、でも山が来ちゃってるから、ね、はい、ウォーカーも来ちゃってるから、そうです、うん、補強はやっぱ結構ありますからね、うんうん、まあそこはね、うまくはまれば打線はえぐいからね。えぐいですよ、ほんと。あとはまあ怪我しないかどうかだけだけど、はい、まあ、どうなるのかっていうところあるけども、うん、ホークスのね、はい、崖っぷち選手はこんなところですかね。はい、はい、ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、はい、中日ドラゴンズ、お、はい、はい、こちらね、うん、まあ、片岡さんが一軍のヘッドになって、うん、ね、入荷どうなっていくのかっていうね、うん、まあ、外国人も含めて、うん、その中で、はい、崖っぷち選手、うん、こちらです。はい、立浪監督。監督からいきますか。やっぱり勝負の年でしょ、うん、まあ3年目、うん、やっぱ最下位最下位最下位だとね、うん、
でも球団はファンの人のも増えて、はい、入場者数とかも、はい、だからめちゃくちゃ営業的にはいいらしいんだけども、うん、やっぱファンの人のね、はい、声がっていう、うん、あとやっぱり今年はかなり、うん、やっぱ本人もペースついてるらしくて、やっぱ頑張んなきゃいけないっていうね、うんうん、結果にっていうところで、貪欲にっていうところではね、うん、まあどういうね、うん、でもやっぱポテンシャルチームあるからね、打つかどうかだけだからね、うん、そういったところでは監督もかげっぷちらかんじゃないのかなっていう。ああ、なるほど、うん、確かに3年連続最下位はやっぱり本人としても避けたいですもんね。ねえ、さすがにね、うんうんうん、私やっぱファンもこの今の戦力だってピッチャーもいいピッチャーいる、うんうん、野手もここすごいいい選手結構いるじゃないですか、うんうん、タイトルホルダーもいるからね、うん、そんな中でなんで最下位なんだってやっぱ、うん、ファンも思っちゃいますもん ね、 ね、うん、しかもねこれがもし4位だとしても、うん、いやひょっとしたら来年みたいなホップステップみたいなね、うんはい、ところもあるけど、うん、最下位最下位最下位になっちゃうと、うんねはい、ちょっとなかなか厳しいんで、うん、そこはやっぱりかけっぷちなんじゃないかな、うん、そうですね、はいうん、と思ってまた今年ね頑張ってほしいですね。そうですね、うんうん、選手はい梅津光大。おお、とうとう。いやもうね、うん、トミー・ジョン、はい、手術を乗り越えて、うんね、昨年復帰して、はいね昨年も3試合投げて、うん、1勝1敗、はい、ね、防御率 0.95 いつもね、うん、もう期待してる。そうそうそう、で今年も大塚コーチとかと話してると、はいうん、まあ投げ抹消的な球数も制限しながらやっていきたいみたいなところもあったけど、うんはい、それでうまく1年乗り越えれたら、うん怪我もなく、はい、来年いけるからね、うんうん、ポテンシャルあるから、はい、怪我しないでよがけです。おお、そこが大事になってくるんですね、うん、だからそれ多分、うん、球団としては、はい、そういう風なマネジメント、うんまあ、最新の注意を払いながら、うん、ちょっと楽なローテーに、はい、なって投げていくと思うけども、うん、そこら辺はあんまり脅威すぎることなくね、うん、1年間怪我なくできれば来年見えてくるから、うん、でもまた今年大きな怪我するとね、うん、ちょっとかなり厳しくなってくるからね、はい、ポテンシャルいいだけに、うん、あと期待値もあるだけに怪我しないでよかけです。うん、なるほど、はい、今年無事に無事に乗り切れたらね、このリズム感上がってくるからね、はい、そういったところでは今年ね、うん6年目、はいね、今年28歳になる年、うんね、どこまでになるのかっていうところはね、うん、勝負だね。続いて、はい、こちらです。ネオ・アキラ。あ、ちょっとね、去年ね、うん、でもいい感じなのよ、今。あ、そうなんですね、うん、去年はちょっとね、制球難になってね、うん、ちょっとなかなかフォームのバランスも崩してたけど、はい、今年ここまでね、キャンプも含めていい感じで、はい、あともう超真面目だから、うん、いや真面目そう、うん、でも練習の時も、うん、その頃は今中臨時コーチとか大塚コーチとかにも聞いたんだけども、はい、練習でじゃあライブ VP 投げました、紅白戦投げました、うん、オープン戦これから投げますって言っても、良くても悪くても、うん、終わった後確認でもうちょっと数十球ピッチングしようっていう、はい、おかわりピッチングっていうらしいんだけど、でそれをやっていこうっていう形で、うん、良くても悪くても反省修正して、はい、それを 次に持っていくっていうね、うん、本人がちゃんとそれを自覚してみたいな感じで、良かった悪かったで投げっぱなしで終わらないっていうところでやっていこうっていうところになってるらしくてね、はい、そこもまたいい形で進んでるんじゃないのかなっていうところとね、うん、もうそろそろ、はい、期待もあるから、うん、もうそろそろですよ、崖です。はいもうそろそろ出てこないとどうなっちゃうわけなんですか。危ない危ない期待値が下がる。まあそうですね、うんうん、しかも日本で一番二刀流いけるからね、 DH あるみたいなもんだから、はい、本人打席入るから先発したら、あ、そっか、そうですね、9番にで打てればもう、はい、二刀流みたいなもんだから、もっと野手ですからね、うんうん、だからそういった面では面白いじゃんね、うん、はい、二刀流一番できる選手だから、うん、プロ野球で、はい、今ちょっとねこれかき乱してほしいね。ちょっともう第2の大谷選手みたいなあるからね、うん、ちょっと夢見たいよね、はい、だから楽しみだからまあ頑張ってほしいっていうところもあるけども、はい、まあ、そこがどこまでいけるかがね、うん、勝負の年かなと。でこの辺うまく頑張ったらね、はい、立浪さんの崖もね、うん、なくなっちゃうからね。そうですね、うん、うん、本当頑張りどころなんですね。そうだね、うん、で続いて野手、はい、野手はね、こちらです。はい、中島博之。おー、移籍してきて今年次第ですよ、2000本安打掛けです。わー、いけるかっていう。やっぱ今年そこそこのもんを見せとかないと、はい、っていうのもあるじゃんね、はい、でもこの年にもなって今年42歳、42か、うん、にもなっていく中で、はい、ね、あと72本ヒットがね、はい、だからそこそこやっぱ今年で代打でも何なりでも戦力になりますよっていうところを一軍で見せとかないと、うん、契約してくれなくなる可能性あるじゃん、はい、
さすがにね42になりますしね、うん、でそうすると2000本、はい、いやギリ届かなかったっていう人いっぱいいるから、谷さんとか、はい、高橋おしごさんとかもそうだし、いっぱいいるから、いやそこどうにか到達したいですもんね。あとまだ200ぐらいって諦めつくやん、はい、100切ってるからね、うん、正直そうですね、うん、でもそれでも72本は、うん、いや結構この使われ方だと3年はかかると思うね、うん、正直ね。そうですね。でそうなったらやっぱ今年しっかりしたものをドラゴンズで見せとかないと、うん、やっぱ契約の問題にもなるから、うん、2000本達成までの崖です、うん、やっぱなかなかこうもうスタメンでっていうのはそうだね、難しいですもんね。あとビシエドとかもね、うん、中田が出たらビシエドもいるしね。そうですね、同じファーストのね、うん、ってなったらまあ代打とかになってくるだろうからね、はい、若干まあドラゴンズは代打が弱いっていうところもあるからね、うんうん、そこにチャンスはあるだろうけども、はい、本人の2000本に向けてもね、うん、これはちょっと今年1年の頑張り次第で来年以降って考えるとね、はい、ちょっと大事な年になってくるんじゃないのかな、ね、まだできるぞっていうところを見せるという、うん、そうだね、うん、続いて、はい、高橋周平、おー13年目今年、はい、30歳、うん、1月になったばかりだから31歳の年、はい、うん、これはもう頑張らないと、はい、若手に変わろうとしてるからね。でも去年がもうね、うん、やっぱ石川選手が、ね、そうだね、で、うん、二遊間もね、はい、いるしどんどんね、うん、出場試合数も減ってきてるっていうところではね、はい、頑張り踏ん張りどころだね。いや結構踏ん張りどころですね、うん、一歩間違ったら一軍にも入れなくなる可能性あるからね、うん、いや本当ポジションがなくなってきますもんね、うん、そうそうそう、だからやっぱこれに人生をかけた勝負だね、うん、うまく踏ん張れるかどうかっていうね。そうですね、うん、うん、いやもともとチームの本当顔ですからね、うん、うん、で続いてもう一人います。はい、まだいる龍くん、はい、おお崖です。何崖ですか。危ないよ崖です。危ないよ。ざっくりと危ないよ、はい、うん、だってまあね、うん、田中美希はもう怪我から復帰してきて3イニング守ったっていう情報もある、はい、で村松いる、ね、結構福永選手がね福永もいるで、ルーキーの辻元いる、うん、津田もいる、うん、でカリステいる、うん、ね、で山本来た、はい、ってなってきた時にもう大渋滞よ。いやめちゃくちゃ渋滞してますね、うん、大渋滞の中、うん、ね、二軍なんだよ、うん、危ないよね、まあ、昨年はね114試合出たけども、はい、1割8分7厘と、うん、ってなってきてね、最後カット打法めっちゃしてたけどね、うん、いや確かにもう今一軍にいる人たちでも大渋滞してるのに、うんうん、という、うん、で結構ルーキーの辻元選手もアピールしてるし、うん、移籍してきた、ね、山本選手も打ってるし、うんうん、ってなると結構居場所が本当にこう難しくなってきますね。これ本当ねハマっちゃうとね、うん、みんな若いじゃん、リュウ君も若いんだけど、うん、ハマっちゃうと、はい、もうないんだよ、何もなくなっちゃう、うん、そうですね、ピンチだからもう一軍に、うん、はい、上げなきゃいけないぐらい二軍で打たないと、うん、こうちょっと危ないよね。そうですね、順番もかなり下がってんじゃない、うん、まあ、去年1年間の成績でね、はい、うん、だってドラゴンスカイだからね、うん、もうドラゴンズみたいなもんやん。いや本当そうですね、うんうん、でもちょっと崖だね、はい、これは、うん、危ないね。でも人間にめちゃくちゃアピールして、うん、っていかないと、うん、若いのもいるしね、うん、新人も取ってるし、はい、外国人もいるし、うん、ってなったらね、そんなめちゃくちゃ足が速いわけでもないから、はい、ダイソー要員もなかなかっていうところもあるしね、うん、これちょっとピンチだね。はい、ピンチですね、うんうん、こちらの選手たちかな、はい、崖はね。いやちょっと本当に二遊間今年誰が使われるのかっていうのもね見どころですよね。これもう中津飛ばずになったら本当危ないからね、はい、辰巳さんの崖が危なくなるからね、うん、ここはまるかどうかはね。いやはまってくれないとっていう、うん、あとビシエドの使いどころだね、うん、そういったところも含めてベンチワークね、うん、特に野手ピッチャーはそんなに困らないだろうけど、はい、特に野手はねベンチワークかなり大事になってくるんじゃないのかなっていうね、うん、ところはあります。はい、ジョン、こんにちは。さあ崖っぷちステージ北海道日本ハムファイターズ編です。はい、ねえ、うん、今年名古屋2回行ってるから。おお、紅白戦と次の日の楽天との練習試合を見に、はい、うん、だハム見て楽天見てっていうね、はい、ところで、うん、遠かった。なんかでも名古屋行くと、はい、ビッグボス弁当っていうのがあって。へえ、どのお弁当なんですか。あのその提携してるお店から、はい、その報道関係者の人、うん、パス見せたら、はい、タダで食べてくれるの、飲み物と。ビッグボスのおごりですか。うん、へえ、めっちゃ美味しかったよ。
いや、のさすが新庄さん、うん、毎日日替わり弁当だから、すごい毎日違うっつって、はい、1回目は、うん、これ、あ、結構ちゃんとプレートになってて、そう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 、うん、ちゃんとこの、でグランドの客席の記者席で食べられるんですか、うん、そう、どこでも食べるな、ランチボックス的な、あ、すごい、美味しそうね、うん、美味しそう、なんかお肉いっぱいかかってて、うん、そうそうそう、その時ね、はい、うん、だからそれで美味しかったっていうね、へぇ、はい、っていう話です、うん、気遣いが、うん、メディアへので、はい、崖っぷち選手、はい、こちらです、はい、伏見トライ、伏見選手、崖っぷちです、はい、伊藤博美にね、はい、ライブ VP で、うん、バット折られて、はい、しっかりしてくださいよみたいなね、はい、冗談交じりにいじられてて、うん、でもオープン戦前に打って、うん、はい、実戦打率10割でオープン戦に向かうって言って、はい、伊藤見てくれてるからちって言ってたらしくて、へ、ね、まあ、はい、あの雰囲気の中でやってるだろうけども、うんうん、伏見、はい、崖っぷちです、崖ですか、はい、でもなんかこう今のところこうやっぱりメンバー見ると、うん、まあ、一番この正捕手には近いというか、まあ、まずね、うん、昨年オリックスから日本ハムに FA で来て、はい、89試合と、うん、まあ、微増、オリックスの時より微増か、今まで一番出たのが2021年のオリックスで91試合、はい、っていうところもあるけども、まあ、FA で来たからには日本ハム100試合以上は出たかったよね、あ、まあ、そうか、まあ、FA で来てるからな、うん、でもそれをやっぱり出せてないのは、はい、打率が2割1厘、うん、もうこれ打ててないところがね、そっか、そこ出れないんだけども、うん、これなぜ崖っぷちかというと、はい、このルーキーの進藤、うん、はい、いい感じで来てんだよ、おー、やっぱそうなんだ、ルーキーがスローイングもいいし、はい、まあ、ここも打てるかどうかだけどね、うん、どっちも打てないんだったら、はい、ルーキー使うやん、まあ若い人育てようってなりますよね、試合出すんだったらね、うん、出さないんだったら2軍だけども、はい、で今年34歳伏見もね、うん、でこの64番タミヤ岩、はい、うん、こちらも肩えぐいのよ、うん、守備面はね、うん、であと打てるかどうかだから、はい、結局はキャッチャー誰が打てるんだかけです、あ、みんな打った人が勝ち取るぞと、うんうん、清水、伏見、古川、郡司、まあ、郡司はねサードとかも守ってるから、はい、登録上キャッチャーだけだけども、うん、新藤、そして、うん、郡司で、タミヤ、うん、ね、でマルティネスまで入ってくるからね、はい、結局マルティネスも打つからね、そうですね、うんうん、なんかテレビのジョブチューンかジャンクスポーツで、うん、マルティネスサイン分かってないとかね、なんか言われてたけどサイン覚えてないとか、ね、言われてたけども、はい、ね、うん、だそこの筆頭にやっぱ一番年長者の伏見がね、はい、来るね、崖で、うん、これはね、打てるかどうかっていうところでは、そうか、若手の、まあ、突き上げにはね、うん、で続いて、はい、こちらです、はい、清宮幸太郎、お、もうでもレギュラーはレギュラーですよね、怪我して休んでる場合ちゃうで、まあ、そ危ないで、そっか、あれ今怪我でしたっけ、そう、出遅れてるから、うん、この休んでる間に、はい、ね、うん、サード、郡司とかがめっちゃ活躍してたりするわけよ、そうですね、で、野村もね、うん、いるしね、うん、で、ファーストにはレイエスが入ってくる可能性もね、うん、あるしね、はい、確かに怪我治りました、うん、ポジションありません、うん、ありえるからね、そうですね、うん、なんか去年の段階では清宮選手も主力として戦ってるイメージがありますけど、うん、まだ分からないですね、うん、で加藤豪介とかもね、はい、まあ、日本2年目っていうところでね、まあ、環境にも慣れてくるだろうしね、うん、そこで本領発揮できればのところもあるけども、はい、のんきに休んでるとポジションなくなっちゃいますよ、かけです、うん、いやでも本人焦ってるんじゃないですか、やっぱり焦ってもできないからね、まあ、そうですね、うん、できない間にパンパンパンっていかれた日には、うん、興味は無理にいらんなってなったら危ないからね、まあ、それに代わる選手が出てきちゃったら、そう、誰でもいいからね、そうですよね、試合出んのはね、うん、一番ね、打てば一番チームが勝てばの人出ればいいだけだから、うん、そういった意味でも、うん、危ないよね、そうですね、うん、だからレイエスが DH に入ってくれれば、うん、ね、はい、だライデルさんとスティーブンソン両方が嫌、でも万波と松本いるからな、アリエル、アリエルね、うん、アリエルだからキャッチャーだ、うん、いやそしたらもう伏見と選手とかも崖だから、ね、だからこの連合崖だね、連合崖ですね、連合崖、うん、だって伊藤さんが言ってましたもんね、うん、レイエスえぐいでって言ってましたよね、おーおーおー、うん、ホームラン26本打つでってってでも26本かなってなりましたもんね、もうちょっと打たないのかなっていうね、だそこら辺もね、うん、ちょっと怪我し休んでる場合じゃないよっていうね、はい、まあ仕方ないけどね、うん、ちょっと危ないね、で続いてピッチャー、はい、田中誠二、あ、え、抑えがけってことですか、
いやいや、やっぱりね、うん、前もどっかのチームの動画で言いましたけど、はい、複数年頑張ってプロ野球選手だから、あ、まあ、そっか、これでまた今年、うん、ね、うん、怪我とかしたったりすると、はい、ああやっぱりとかなるじゃん、うん、だから今年この地盤を固めるために、はい、カチカチの、あ、なるほど、うん、今まだね頑張ってるから、うん、崖にはいないのかも分かんないけど、はい、若干緩めだから、うん、そうか、だってちょっとまあ怪我しちゃったりするとやっぱ脆いなとか言われるから、うん、これで今年バチッともう40試合ぐらい登板して、うん、ね、リリーフでも 2,30 セーブ上げて、うん、ってなってくると、はい、もう安泰じゃん、安泰、今年の連続して頑張れます崖、このそう、確かにここ本当勝負だから、うん、まあ、1年間だけしか頑張んないやついっぱいいるから、うん、あーみたいになるじゃん、うん、だから本当にね、はい、ここでしっかりトレーニングをしてるだろうけどね、うん、こういったところでしっかり頑張って、ね、うん、自分のポジションを確立できるかどうかっていうところは非常に大事な勝負の一年になってくるんじゃないの、はい、うん、そうですね、大事な一年になりそうですね、うん、ピッチャーでもね一人だね、あ、そんなに、じゃあもうあんまり崖の人いない、あとほぼ全員崖だから、全員崖、ポジションちゃんと奪ってくださいねっていう噂さんもいなくなって、そうですね、ポンセもいなくなって、はい、まあ、でもマーフィーとかザバラとかいいけども、うん、枠空いてるからね、はい、頑張ってくださいっていう、そんななんか、そうか、だから頑張った人が取るから、うん、だから全員危ないけど、うん、全員チャンスあるっていうところなんで、なんかそんな特殊的なっていうのがいないんだよね、うんうん、でもあと一人だけいる、あ、だけいるんですか、うん、はい、新庄監督、おお、やっぱ前回の中日と一緒で、はい、3点連続最下位は、うん、ね、ちょっとなかなか厳しいと思うし、はい、でしかも稲葉さんも2軍の監督になったってところは、うん、球団としてはちょっと準備嫌がおうにもね、そういう風に見えるじゃんね、はい、うん、ってなった時にやっぱ今年しっかり若手はね育ってきてるからね、はい、それを集合体として結果として結びつける、うん、しかも今年は外国人の補強も、はい、マーフィーも良さそう、うん、ザバラも良さそう、うん、ロドリゲス、バーヘーゲンは過去の実績ある、うん、しかもアリエルはドラゴンズから来て、はい、いい活躍してる、うん、ね、レイエスもいい、うん、スティーブンソンもまたクラッチいった、うん、ね、ラインドライブの打球、ね、っていうところで、うん、外国人の補強はここまでは今いい形でできてるから、うん、これを集合体としてやって、はい、結果に結びつけてると、うん、ね、最低でも4位ぐらいいくと、はい、ホップステップの来季も期待でもう1年とかあるかも分かんないけど、うん、ね、ドラゴンの時も言ったけど6位6位6位だとね、うん、なかなかちょっと怪しくなってくるからね、はい、でも本当あれですよね、新庄監督の時ってこう、まあ、かなり若手を使い始めて、うんうんうん、1年目2年目でこうね、種を育ててきてる感じあるので、ゴーンってね、もしかしたら合わさったらいきそうな感じありますもんね。そう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 、で外国人もいい補強をね、うん、チームがしてるからね、はい、そういったところではまればね、うん、非常に面白い形になるから、はい、でもまあ勝負かけじゃんね。そうです、勝負の1年ですね、うん、6位6位6位だとね、うん、なかなかっていうところもあるからね、うん、そこら辺はビッグボスをね、うん、こうかけて頑張れるかどうかね、はい、でもまあ台風の目にね、はい、なりそうな、なりそうですか、覚えたから、お、理由、はい、なんとなく使ってたけど、はい、中心になりそうですか、うん、なりそうなね、うん、野球界をね、はい、今年の2020年ざわつかせるね、うん、確率あるからね、はい、そういった意味でもどんな感じになるのかね、うん、楽しみだなっていうところもあるけども、怪我して休んでる場合じゃないですよっていう、そうですね、清宮選手はね、うんうん、まあ、どうなるかっていうところがね、はい、このどうなるかがけがね、はい、チーム全体的にね、うん、あるんじゃないでしょうか、はい、はい、じゃっ、こんにちは。さあ、ということで崖っぷち選手、はい、今日はヤクルト編ですけども、はい、あ、もう冬は脇見せずに肩見せたタイプ、はい、もうそうです、そうです、結構コメント欄で話題になってるよ。あ、本当ですか、うん、肩出しすぎですか。いや、別に出しすぎかどうかは だってそれより出す、こんなチューブトップみたいになっちゃうやんな。まあでもオフショル、これオフショルでもっと別に出そうってことはこの辺までは全然いけるわけです。そうだ、はい、じゃあやってって言ってんで。やれって言われてないでしょ。言ってる言ってる、今コメント欄溢れてる。あ、本当ですか。花村さんやってギリギリまでって、ギリギリまで、うん、ギリギリまで、ちょっとそんなサービスはできないですよね。そういう人は写真集買ってください。めっちゃ出してるんで。高橋さん、はい、そうやって言う人もう買ってる。確かに。いや、まだ最近見たっていう人いるかもしれないじゃないですか。そうなん、はい、今安くなってるからね。え、なってない、まだなってないの。なってない、メルカリで売ってるんじゃん。そういうこと言わないでください。いや、メルカリはもう誰かが読んだ後ですから、うん、なんか分かんないじゃないですか。なんかこう、スマパカついてるかもしれないんで。今お前、
ピーコメント言いそうになったわ今。何ですかピーコメントって多分今9割ぐらいの人が想像したやつはツバじゃなかったと思うよ。いやいやいや今鼻水出てきたやん花粉症で。じゃあ肩はねちゃんとこのぐらいって普通、このぐらい出してると普通ですよね、オフショルってね、はい、うん、まあ、いつもちゃんと二の腕と肩は出す、うんうん、あの 夏じゃないと二の腕出せないんで、うん、まあ、肩だけは出す。あ、そうなの。それはやっぱ里崎チャンネルルールなんで。あ、そう、勝手に勝手にで、あの開幕と同時にノースリーブにしようかなぐらいの、そこがあの衣替えだ。いや、そうです。開幕で衣替えなんで。もういいや、もうじゃあもうビキニって全部出しとけばいいやん。いやいや、もうそう、あ、それはありだ、写真集撮って。メルカリじゃなくてちゃんと買ってください。ヤクルト編やっちゅうね。そうです、そうです。何の話ですか。ガゲンブリ選手ね、はい、ピッチャー、はい、やっぱまずは背番号18番、やっぱ 18? 奥川でしょ、はい、ガゲンブリ選手、うん、そっか18番か奥川投手ってね。だって入団するときは、うん、はい、佐々木朗希より完成度高いから出てくるの早いんちゃうかってなってきてときに、うん、1回ね、うん、頑張ったときあったけども休場しましたもんね、うん、だからその中でまだ今年もね、はい、コンディション不良 で、うん、でチームを離れてなんか検査するとかってね、はい、でなんかコメントでは肩肘ではありませんみたいな、うん、でそしたらよ、上半身のコンディション不良だったら、うん、肩肘じゃなかったらもう腰か、うん、ピッチャーだったら、はい、あとはもう指の血行障害かっていうところになるけども、はい、でも詳しいことは言えませんってことは、まあ、肩肘の可能性あるけども、うん、今22歳、今年23歳、はい、だからまあいわば大学卒業の1年目と一緒だよね。そうですね、うん、ってなった時に、まあ、最後はね本人が決めることだからあれだけども、うん、不安じゃないんから。いや、そりゃ本人はやっぱり焦る気持ちとかあるんじゃないですかってなったら、うん、ね、もう最終手段の手術しかとかないじゃん、はい、ね、でもまあ、下からって良くなるわけでもないし、うん、でもここね、なんかもどかしいよね。いや、そうですね、多くの人がね、2021年にあれだけ活躍したってなると、うん、去年投げてなくて、うん、一昨年も1試合しか投げてないんですもんね、うんうん、だからほぼ丸2年投げてない状態でまた今年も投げられないってなったら、うん、それはちょっとファンも不安になりますよ ね、 ね、戻ってきてくれるのかなっていう。だから、うん、こいつが、はい、ここにいるこいつがなんか、はい、予言してた先生が、うん、今年奥川手術っていうのがね、うん、まあ当たるかも分かんないし、今年の大予想ですから、うん、最近当たってるんですよ。あ、そう、高川さんの大谷結婚もあった。いや、そうなんですよ。知ってた、知ってた、知らなかった。あれすごくない？ねえ、あれ結構当たってるんですよ。僕が、あ、そうなんだ、サトデルのことも、うん、ちょこちょこ反抗しだすっていうのも当たってるんですよ。車乗るか、いや大丈夫です。ちょこ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 ね。予防投入すごかったなあれ、はい、でもまあね、はい、このまま温存でだからその投げれる状態になるけども、うん、それが継続できないってなるとやっぱプロ野球選手としてはダメじゃん、はい、ね、その一瞬は投げれるけども、うん、それを継続していくと不都合が起きるだったらきついから、うん、5年10年と持つようになっていくって考えた時にもうそろそろ決断ね、うん、どうするかね、そうですね、っていうところは、うん、まあ、今がどんな状況か詳しい情報が出たいから分かんないけども、うん、まあ、大谷とかでもね、はい、肘だとトミー・ジョンも2回もしてるわけだからね、うん、正直ね、でしかもね、これがまた大谷がうまくいったハイブリッド式もね、はい、またスタンダードになってくるだろうし、うん、そういったところではまあね、1年投げれなくなるけど、うん、肘かどうかも分かんないから何の話してんやってなるけども、うん、ちょっと人生崖っぷちちゃう。そうですね、なんかこのまま本当に復活できるのかが不安になってきますね。ね、うん、まあ、復活素材がいいだけにね、うん、そういったところでは、はい、まあ、今年ひょっとしたら大きな決断がある可能性もあるしね、うん、そうですね、うん、そういった意味では野球人生のね、こう岐路に立たされる、はい、このね、まあ、大卒1年目と一緒だからまだ若いからね、うん、全然何かしたとしても間に合うしね、球団も待ってくれるでしょうからね。そうそうそう、うん、だって山崎伊織なんて巨人の、うん、はい、痛めてて入ってきて、うん、で最初リハビリして、うん、ね、で結局今、はい、いい形になってきてるからね、うん、3年目とまだ全然ね間に合うからね、うん、そういったところでは、まあ、どういう判断をなるのかっていうところは、はい、まあ、注視していく必要があるけども、うん、ちょ人生ね、はい、岐路に立たせてるかけっぷちゃね、うん、はい、で続いてこちらです。高橋啓治崖っぷちですか。崖っぷちはもうほんまに佐藤さん応援してる、うん、だってよ正直、はい、花火だからね、まだ、まあ、そうです、今ドーンドーンって上がったわけっていうね、うん、去年行かなきゃいけなかったのに4勝9敗、はい、ね、で今年が
27歳、うん、ってなった時に、うん、何年も活躍できなかったら若いの取られてくるからね、はい、あと投げてみなきゃ分かんないのかってみたいな感じになってきた時に、うん、まだ、はい、まあ、先発高橋やろうって入ってくると思う、うんうん、これがまた今年パッとしなかったら、うん、もう来年入ってこなくなって、まあ確かに今こう人がいないから、まあ、高橋奎二投手もまあまあ絶対ローテに入るだろうってね、うん、思ってますけど、やるけどここでしっかりしたものを結果に出して、うん、安心的なものを出さないと、はい、サバイバルポジションで高橋やろう誰それやろうって言われてるから、うんうんうん、が競う感じかなみたいな感じで、はい、役職から落ちる可能性ある、ね、うん、今で言うとね、去年はでも一番登板数は、ね、比較的多かったけど4勝9敗か、うんうん、2022年が8勝2敗しかもよ、うん、あの投球回、はい、2022年の方が多いからね、うん、あそうなんだ、だから要は去年は登板数は投げてるけど、うん、結局早めの降板もめっちゃいっぱいあるってことだよ、ね、あ、それは防御率も全然違いますからね、うん、投球回のイニング数も違うし、うん、イニング数も違うのにイニング数が2022年より低いのにもかかわらず、うん、1イニングね、うん、でも打者が約30人多く去年のが戦ってるということはどんだけ塁出してんねんって話なんだよ、うん、結局ね、うんうん、でヒットの被安打も30本増えてるからで、はい、で三振は約20個減ってる、うん、でフォアボールが10個増えてる、だからイニングが減ってるのにしこたま成績が倍ぐらい悪くなってる、うん、これは今年ちょっと頑張んないと、そうですね、名前がなくなりますよ、崖っぷちだね、うん、頭数入らなくなってきますよっていうところですね、うん、ポジションを確保するためには、まあ、最低でも10ぐらい勝たないと、うん、まあ、小川でしょ高橋でしょって言われなくなるからね、はい、正直ね、うん、なかなか厳しいね、まあ、戦いルーキーもね取ってきてますからね、そう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 、で今年ね、はい、野手、はい、崖っぷち、はい、長岡武岡のコンビです、おお、あああれですか、ショートのところですか、うん、うん、もうここが崖っぷちです、はい、まあ長岡もね、うん、昨年2割2分7厘と、はい、まあ、2022年ね、うん、しっかり活躍してでそこでゴールデングラブも取って、はい、ね、2022年に、うん、で2023年に来たら、ね、うん、なかなかね難しい展開になって、うん、そうですね、ちょっと惜しいですよね、2022年にあれだけこう、うん、掴んだと思いきやっていうところが、 そうでそこに出てきたのがこう竹岡の同級生ね、うん、なんだけども打率2割1分クリーンと、はい、まあ、ほぼ竹岡と長岡変わらないっていうね、うん、どっちつかずでここで抜ききれないね、はい、チャンスはあるけどもね、うん、だからどっちが勝つのかこれね、はい、なんで崖っぷちかっていうと、うん、一歩間違ったら、はい、来年宗山くん来るかもしれないからね、そうですねそうですね、そしたらそこがもうルーキーから一気にこう来ちゃう可能性もありますからね、でもヤクルト的には、はい、宗山、うん、行っちゃダメなのよ、長岡か竹岡かね、最低でも2割5分ぐらい打って、うん、で無条件でピッチャー行きたい、うん、そうですね、チーム状況としては、うん、それこそ昨日投げた金丸君とか、うん、ね、まあ、ピッチャーいっぱいいいのいるよ、はい、ピッチャー行かなきゃいけないんだよ、うん、どっちかっていうと、うん、それなのにそこ埋めきれなかったら、うん、行こうかどうか分かんないよ、はい、選択肢入ってくるじゃん、うん、一択でピッチャー行きたいんだよ、うん、そうですね、でしかも宗山君1位で行かないと絶対取れないんだよ、はい、でピッチャーも1位で行かないと絶対取れないんだよ、はい、ってなった時に外れ1位とかじゃもうちょっとダメなんだよ、うん、ってなったらここはヤクルトのためにも、はい、長岡竹岡がしっかり活躍して、うん、ね、山田テストの守備も後釜もみたいなね、うん、感じとこもしていかないといけないわけよ、そうですね、これヤクルトの命運もかかってんだよ未来は、うん、ここが埋まるかどうかでね、チームも強さも全然変わってきますしね、うん、全然変わってくる、うん、で来年ドラフト戦略も変わってくる、そうですね、う、うん、だからヤクルト崖っぷちだから、これおすごいヤクルトすごい2人じゃないですか、それによって大きくね、はい、戦略がね、う、変わるからね、はい、そんなの大型ショートとかいないからね、うん、なかなか、はい、結果的に見てても、うん、だって今のショートで球界の代表クラスって言ったら源田でしょ、うん、であとは紅林が出てきて、あと小園今宮とかでしょ、うん、なかなかだから、うん、それがね、下手したら坂本クラスにもなるかもしれない、はい、逸材でしょ、松井和夫さんみたいになっちゃいます ね、そこでね、はい、どういう選択になるのかを考えると、うん、ここが頑張ればね、はい、もう無条件でピッチャーいけるからね、はい、今年だってだって竹内ドラフト1位で行ったわけでしょ、うん、行ったけど取れなかった、はい、で結果西田でになったわけでしょ、うん、考えたら左ピッチャー欲しいんでしょ、はい、おへいるじゃんみたいな、はい、
そこにね、無条件で行けるためにも頑張んなきゃいけないね、うん、はい、正直 ね頑張ってほしいですね、ガチッと掴んでほしいですね、うん、まあ、そういったところかな。だからこのね、はい、これに付随して言うと高橋刑事も頑張ってこないと、はい、来年もしくじ引き引いて金丸君とか来たらポジションなくなっていくから、ね、確かにそうですね、うん、今のうちに頑張らないと、はい、で若いピッチャーまた出てきちゃったらね、そう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 、うん、だから今焼け野原の誰もいないところ、少ないポジション争いのところを、うん、自分が結果出して確立していかないと後々取られるからね、うん、そうなってくると今まで以上に頑張んないとポジションを確保できなくなるから、うん、そういった意味でもなんか今年の秋のドラフトはねちょっと即戦力系豊作っぽいからね、はい、結果どうなるか分かんないよ、うん、そういったのが本当に、まあ、即戦力になるって言って本当に即戦力になって少ないからね、はい、あのどうか分かんないけどもそれぐらいの期待感があるドラフトになるからね、うん、この1年間この選手たちはちょっと正念場じゃない、そうですね、頑張らないと自分と同じポジション取られちゃうよって、ね、取られる、うん、そうだね、うんうん、だから人生崖っぷち、はい多いですね、野球人生ね、はいはいはい、ジョン、こんにちは。さあオリックスバファローズ、はい、崖っぷち選手です、うん、はい、ほぼ崖っぷち、ほぼ崖っぷち、いや強くなってくるやん、はい、そしたらメンバー構築されるやん、はい、じゃ出られへんやん、確かに。でもオリックスって結構入れ替わってません？そうそう、入れ替わる、うん、だからチャンスあるからね、はい、うんうん、でしかもね今年ね、はい、佐々木チャンネル推しの育成の選手たちね、うん、あの試合下が63人だから、はい、7人入れるからね、え、そんな空いてるんですか、結構空いてるっていうことはよ、はい、そんなに、で、しかもね、うん、60、はい、確か俺のデータだと、うん、65人以上試合下をしてないと、はい、育成って持っちゃダメなんだよ、はい、だからあと2人、うん、開幕までに、はい、試合下になるんちゃうかっていう、そうですね、うん、いやでもやっぱあれじゃないですか、向野木投手とかがやっぱり戻ってくるんじゃないですか、でも2人、最低2人だからね、はい、7個もあるからそうですね、うん、え、結構育成いますよね、だって佐伯、川瀬、はい、中田、うん、佐藤、はい、リヤバ、うん、うん、で、木戸木、はい、いるよ結構、富山も同じ、うん、富山ね、はい、ピッチャーいっぱいいますね、うん、あ、井口投手もそっか今ね、うん、佐藤、佐伯ね、はい、で富山、うん、井口はあのオープン戦でも投げてるからね、うん、現状ね、はい、私たちね、あの育成から誰が初めて支配下になるかっていうね、ああ予想もしてるので、うん、あと野手だとね、勝木とかもキャッチャーもね、うん、練習しながらのマルチポジションね、はい、っていうところで育成枠もいるしね、うん、あと平野くんね、佐々木推しの、うん、去年からね、はい、もうそろそろ来るんちゃうかっていうね、うん、ところでもチャンスあるね、はい、いや、うん、かなりチャンスありますね、育成の方たちもね、うん、こんなに推してるのに見てくれてんのかな、佐々木チャンネル、いや多分ね、うん、見てくれてる人結構いると思うんですよ、そうなの、はい、結構推してるよ、推してますね、いや 俺だって日刊スポーツでも推して、ね、はい、記事出してるから、ね、そうですよね、うん、だってあの、まあ、誰とは言わないですけど、うん、こう里出しチャンネルで異常に名前出す人とかいるじゃないですか、たまに、うんうんうん、その人からたまにこうインスタとかフォローしていただいたりしますもん、そうだ、はい、俺とか多分全くされてへんでであのさっきそれで、うん、あのこの話ちょっと先生とかしてて、うん、佐藤さんのことフォローしてんのかなって調べたら、うん、してなかったあ、ひょっとしたら俺がインスタしてんの知らんかもしれん、いや私検索して知ってるのに男だから、男の音、俺にはもうライオンズの青山くんいるからフォローされてるから、ね、フォローされてるから俺、いや知らん、しかもこの前もあの、はい、ライオンズ関係者の人が、はい、青山くんがいつも佐々木チャンネル見てるって言ってましたよって、だって入団会見で言ってたじゃないですか、そうそうそう、だから俺はもう推しだから、はい、青山学院じゃないけど青山推し青山みなとくんね、うんうんうん、フォローされてるから、で皆さんあの佐藤さんのことフォローしたらめちゃくちゃ推してもらえるかもしれないですよ急にね急にでもね、残念な報告があります、はい、人の、はい、インスタ見てないから、はい、あのフォローされてても知らないっていうえだってあの青山君にフォローされてることも気がついてなくて、うん、あ、佐藤さんされてますよ、あ、そうなんだ、フォローバックしようってさっきしてましたから発信はするけど、はい、受信せえへんから、はい、人のやつ見えへんし、はい、誰からフォローされてるとか分かりづらいから、はい、そうですね、うん、だもう分かんないもん、じゃあすいません、フォローしてもバックは返ってこないかもしれないです見てないから、うん、そうそうそう、はい、あのコメントとか来たからね、うん、おってなるじゃん、はい、あ、そうですね、いつも見てますみたいな、うん、俺は袴田さんフォローしてるよ、知ってますあの私もしてますからありがとうございます、まあ、ということで、はい、崖っぷち選手、はい、ね、まず投手陣、うん、こちらです、はい、
吉田康生。ああ移籍してきましたもんね。ここでね。うん、でしかもよ。はい。そのあのまあ中島さんもそうだし、うん、長垣トレーナーとかもそうだけど、ね福良さんも日本ハムにいた関係者も多いわけじゃん。うん、でなった時に。まあ、それほど土壌変わらずチームは変わるけど、うん、でそこでもう一回トレーニングやり直して、はい、一気に花開けるかどうか、うん、勝負だね。そうですね、うん、いや開いてほしいな。でしかもオリックスは、ね、中島監督いろんな選手使うから、はい、チャンスはあるはずやね、うん、一軍でもね、はい、でその中で掴めるかどうかこうスタートねうまくいけば波乗れるからね、うんうん、この1年目は、ね、崖っぷち、うん、ここでいいものを見せるか見せないかによって、うん、さっきも言ったように育成にね、うん、若いにいいのがいっぱいいるからね。そうですね。その、うん、ヤングウェーブに飲み込まれる可能性もあるから、はい、うん、でもまだ支配下にいるってことはアドバンテージあるわけよ。もちろん、ね、育成選手はね一軍の試合出れないわけだから、うん、このアドバンテージある中でしっかりね、うん、このオープン戦そして開幕序盤ね、まあ、1軍でも2軍でもしっかり結果残して、うん、自分の居場所を確保できるかどうか、うん、早いだから前半だね。もう交流戦ぐらいまでにパシッといいものを見せとかないと、はい、うん、若手育成ヤングボーイたちが来るから。そうです、たくさんいますからね。、うん、だからそこら辺にね、うん、全力でいけるかどうか勝負だね、うん、また環境も変えるとね気持ちも、うん、やり方も変わってくるかもしれないですからね。何かの、ね、ヒントがね、うん、ある可能性もあるしね、はい、うん、いや活躍する姿見たいですよね、うん、俺吉田康生フォローされてるから。あ、そうなんですか、うん、へえ。あ、なんかキャンプの時あったんでしたっけ。いや、ゴルフのコンペで、そうだそうだ、そうそう一緒になって、はい、佐々木チャンネル見てますと、はい、悪いこと言わないでくださいって言われたから、はい、いいもの見せたら褒めるからっちって。でも良くなかったらバードって言うんですよね。事実だから。そうですね、うん、俺は好き嫌いで野球の解説してないから。そうです、ね、事実だから。事実をグッドバッドでそうそうそういいわけですからね。好きな場合は、うん、いい時に過剰に言ってくれるだけ。悪いこと言わないとかないんだ、はい、やっぱ限りあるから、うん、出てこない選手もいるけど。そうですね、好きなもしくは目に留めてる選手は良、うん、かった場合、はい、無条件で言われるっていうだけ、はい、うん、で悪いことも知ってる分無条件で言われます。え、でも活躍したらめちゃくちゃ、ね、そう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 、言ってくれる。巨人阪神みたいなものよ。はい、ね、良かったらバーンっていくし悪かったらバーンっていくから、うん、ロッテなんて良くても悪くてもメディアにどんだけからね、はい、いや頑張ってください吉田康生投手、ね、うん、うん、続いて、はい、こちらです。村西亮太。まあ、今年ね、はい、5年目、うん、ね、27歳の年、はい、まあ、アンダースローに変えてね、うん、まあ、これがどう出るかだね、うん、岸と出るか京都出るかね、はい、この投球フォーム変更ね、うん、ここがね、ホーム変えたって結構ね大きな問題だから。そうですね、それがハマればいいですけどね、うん、そうそうそう、だからそれがきっちりハマるかどうか勝負だね、うん、だから同じアンダースローの中川がね、はい、DeNA かにね、うん、行ってね、でそこの枠がね開けてまで村西アンダースローの枠だからね、はい、そういった意味でも、うん、ここでね結果残せるかどうか、まあ、新しいチャレンジね。まあでも日本ハムのね鈴木もアンダースローに変えて、はい、まあ、まあ大きく花開いたわけじゃないけど、うん、まあまあいい感じに、ね、良かったですね、うん、なった時もあったからね、うん、そういったところではねいいアクセントになるからね、はい、まあ、そこでね自分の居場所をしっかり確保できるかどうか、うん、はい、勝負だね。確かに今年見せどころですね、うん、うん、あと育成選手全員ね、はい、だからあと2人枠あるから、はい、どうこの滑り込みに入れるかどうかが鍵だから。私よかったらもっとまだいけますからね。そう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 、うん、だからそこら辺が競争だからね、はい、いっぱいいるからいいのが。これ本当に今チャンスですね。チャンス大チャンスだ。だから、うん、でもロッテにはこんなことわざがある、はい、チャンスはピンチ、ピンチは大ピンチっていう。え、ロッテに、うん、佐藤さんがいた時のロッテに、そうそうそう、よく言われた言葉ってことですか。そう、あ、チャンスは掴まなかったらさらにピンチになっちゃうよ。そうそうそう、うん、だからこう2軍でよく言われてたことだよね。へー、だから2軍で言うとチャンスっていうのは1軍に行くこと、はい、でも、うん、ここで結果残さなかったら次の順番が一気に下に下がるから、はい、ピンチなんだよ、はい、うん、でピンチっていうのは1軍に上がれないやつよ、はい、そしたらクビになるから、はい、ピンチは大ピンチ。なるほど。1軍に上がるチャンスは上がれなかったらピンチだし、うん、もうその違うよ、1軍に上がることがチャンスだけど、うん、はい、そこで結果が残せなかったら次2軍の順番待ちが一番最後に来るから。あ、そっか、要は今2軍の一番最上位にいる方がいいってことなんだよ。あー、なるほど。だからチャンスなんだけど結果残さなかったら一番最後尾になっちゃうからピンチっていう、うん、はなるほどなるほど、うん、おい、ピンチってなんで。へー、落ちてくるとね、うん、勝負だから
で試験勉強めっちゃしてたけど、はい、試験に行ってるようなもんよ、うんうんうん、受からなかったら終わるねみたいな。あ、なるほど。また一から両親っていう、うん、でそもそも試験がなかったらね、はい、もうそのまま戦力外になる可能性。でも今試験はねめちゃくちゃありますからね、オリックスは。でもまだ2軍でしょ。だこれが支配下になったら、うんうん、ね、支配下の試験はいっぱいあるじゃないですか今枠が、うん、でも支配下になったらチャンスだけど、うん、はい、それで枠を開けるために、うん、育成って枠関係ないから、はい、開けるためにクビにならないのよ、うん、あ、そっかそっか。でも試合下になっちゃうと、はい、人数制限があるから、うん、あの人員制限でクビになるんじゃん。なるほど。二軍の方がちょっと厳しい環境っていう捉え方もありますね。そう、だからそこで掴めばいいよね、うん、掴めなかったら、うん、あの人員整理でクビになっちゃうから、はい、だからチャンスはピンチって。はい、なるほど。続いて野手。はい、野手はね、うん、こちらです。太田亮。もうそろそろ確かに出てきてほしいですね。ね、うん、6年目、うん、今年が早生まれだから、23歳になったばっかりだけども、はい、バレンタインデー誕生日、お24歳になる年だから、はい、大卒2年目と一緒だね、うん、ってなった時に、まあ、昨年ね、うん、大きく行きたかったところで、まあ、怪我したっていうところもあるけども、うん、はい、まあ、そろそろね、まあ、ショートは紅林だろうけど、うん、セカンドね、うん、まあ、足立がコーチ兼任になってね、でセカンドは結構流動的に義母とかね、うん、いろんな選手も出てたっていうところでは、はい、ここにそろそろハマりたいよね。そう、私も結構10億円選手とかで2年ぐらい前から楽しみにこう入れてるんですけど、うん、ああまた今年じゃなかったってなるんですよ。そうしないと、うん、横山誠也が、はい、そうだ、これひょっとしたら二遊間どっちも守れて、はい、うん、ショート紅林、セカンド横山って来る可能性もあるわけよ、うん、はい、あの一本釣りドライチ、うん、だって太田がドライチ で野手が高卒ドライチでなった以来の横山でしょ、うん、っていうことはそれぐらいの期待値があるわけでしょ、はい、ってなったらもし横山が良かったら、うん、太田がもうポンって捨てられて、はい、横山行こうって言って二遊間紅林横山になるのよ、はい、大ピンチ。そうですね、うんうん、だからまだ横山がプロよちよち歩きの高卒1年目でいろんなことを学べなきゃいけないうちに固めとかないと、うん、大ピンチ。そうですね、うん、あ、もう今年ですね結構。そうだよ、うん、もう本当に、うん、やんないと、はい、もう取られてる時点でね、うん、危ないからね、はい、もしくはね、横山がね、うん、どうなるかによって横山ショート、紅林セカンドとかもあるかもしれないし、うん、確かに、ね、まあ、胸も頑張らないと横山ショート、紅林サードみたいなのもあるかもしれないし、はい、そうですね、うん、そういった意味では、まあ、今何も出してない太田はね、うん、ここでちょっと結果出していかないと、はい、横山に食われちゃう可能性がね、うん、それだけの球団としての期待値が高いっていうところでね、はい、あるからね、はい、しっかり結果残さないと、うん、で続いて、はい、福田周平。おー、22年ゴールデングラブ、まあ、このね3連覇には大きく貢献したけども。いや、そうですよ ね2022年118試合出てたのに、うん、昨年は36試合と一気に試合数が半減して、そうそう、でしかもセンターに中川が行くことによって、うん、ポジションがなくなりつつあって、はい、でしかもここで西川が来ました、うん、レフト西川、うん、センター、中川、うん、まあ、普通に行けばライト杉本、はい、しかもトーマスもいるしね、うん、外国人ね、うん、ってあった時にちょっとピンチだね。ちょっとポジションがっていうところですね、うんうん、確かにここ踏ん張りどころだね、はい、まあ、でもねセカンド、サード、ショートとね内野を守ったことあるからね、うん、一番最初はセカンドだからね、はい、だからここで福田をセカンドをやるよっていうね、うん、でセカンド取っちゃおうかっていう場合もあるよね。あ、なるほど、そうですね、最初、あの18年19年は100試合以上セカンドで出てるから、うん、まあ内野もできるっちゃできるわけよ、はい、そう考えたらセカンド空いてるわけじゃん、うん、セカンドっていうのもね、はい、で太田選手もでも今のうち掴みたいしセカンドで、そうだね、うん、そういったところではまあね、どこで出るかっていうのもあるけども、うん、この居場所を確保するためには、はい、結構大事な一年になるかもしれない、うん、そうですね、試合出たらどこでもいいわけだからね、うん、っていうところがオリックスの崖っぷち選手かな、はい、大体決まりつつあるからね。でもいろいろ使うからね、そこも変則的に福田もやっていかなきゃいけないかもね、今の状況、この一つのポジションだけでっていうのはなかなかちょっと西川のね、うん、FA 補強とかでもちょっと厳しくなってきてるからね、うん、そこら辺は勝負になるかなと、はい、だから太田とか、だから正直セカンドだけだもんね、うん、そうですね、うん、全勢力でね、うん、取りに行かなきゃっていうところもあるけども、うん、ゴンザレスもいるからねセカンド、ゴンザレスって守備うまいって言われてませんでした、うん、すごい、そうそうそう、うん、セデーニョね、はい、トーマスね、うん、はい、エスピノーザね、エスピノーザ、うん、マチャドね、はい、カスティーヨ、うん、カスティーヨ絶対入るよ、カスティーヨとマチャドは絶対入るよ、うん、でゴンザレス
トーマスも入るやろな、セデーニョ。でもセデーニョもね入りそうな気がするけど、うん、DH ね、うん、だからこのエスピノーサが流動的なんかな、うん、どうなるでしょう、どうなるかだね、はい、4連覇に向けて、はい、ね、まあ、あと育成誰が上がってくるのかっていうのも ね、 そうだね、うん、これはかなりのポイントだね、はい、ちょこんにちは。さあ崖っぷち選手阪神タイガース、はいはい、全12回フィナーレです、うん、そうですね、最後になりました、はい、ね、うん、まあ、阪神タイガースの崖っぷち、うん、はい、いますいます、お、はい、こちらです、はい、大竹耕太郎、全然崖っぷち感感じないですけどね。いや崖っぷちです。あ、分かった、うん、2年目どうなるか崖、うん、そうそうそう、お2年目どうなるか崖プラス阪神の命運握ってますよ崖です。そ、え、大竹投手がそんな握ってます？大竹昨年12勝2敗なのよ、はい、貯金10なのよ。いや、そりゃこれはもしこれが6勝、はい、だから7勝7敗だったら、うん、結構2位と肉薄してるからで。ああ、そうですね。この貯金10って、うん、はい、大エースでもなかなか無理だから、うん、ああ、そうですね、正直、うん、ダルビッシュとか松坂クラスでも貯金10って、はい、うん、まあ、マー君の貯金24も異常だけどあれはちょっとね、うん、伝説です。貯金10ってこうなかなかもう大エースでも難しいんだよ、うん、それが昨年貯金10じゃんね、うん、いや今年、はい、順じれますかっていう。そうじゃなくてもね、そうですね、そうじゃなくても12勝6敗とかね、うん、はい、でも十分じゃん、うん、十分です、うん、はい、それをね、先ほど袴田さん言ったように2年目のジークスとも、うん、ともに、うん、どうですかっていう、結構阪神の命運も握ってる、はい、うん、だからそこを、まあ、開幕投手で指名されてたけど、うん、青柳が去年不調だったからね、はい、どこまでカバーできるかにもよるけどね、うん、正直ね、そうですね、だって青柳が去年、うん、8勝6敗だから、はい、その前がね13勝4敗貯金9だからね、うん、だから要はおととしの青柳の貯金9を、うん、去年は大竹が貯金10で賄ったわけじゃん ね、 ったわけだね、うん、エースの働きをね、プラスで村上投手も出てきますね、そうそうそう、うん、でその中でね大竹が自身としてもここでね2年目しっかり結果出すことによって居場所を構築できるわけじゃん、うん、それがねどうなるのかと、多分このオフも忙しかっただろうね、はい、うん、阪神に来て、いやー、そうでしょうね、いろんなメディア出てましたもん ね、 ね、今年29歳ね、うん、っていうところでは、うん、でも結婚もして、うん、もう今年しっかりね、うん、この場所を構築できるかどうか、今年本当に再10勝できたら、はい、もうバラ色の野球人生いけるね、いや、そうですね、うん、だからもう人生の岐路です、うん、お、あと阪神の名簿似てる、うん、いや、僕だってもし借金だったら、はい、ね、うん、ダメじゃんね、そうですね、うん、え、そう言ったらこう村上投手はまた去年が活躍1年目だったじゃないですか、村上は若いからまだ、あ、そっか、うん、そのね、まだ発展途上だし勢いもあるだろうしね、はい、そういったところでは、うん、そこまでの不安要素はない、うーん、正直そこそこ試合は作れそうだしね、大竹はもう長年苦労してきてやっと花開いてるから、うん、それを続けていけるかどうかっていうね、うん、ところでは、そっかそっか、うん、今年29歳だから、はい、重要な年になるんじゃないのかなって、うん、そうですね、うん、でもう一人、はい、漆原大成、おー、オリックスから来た、うん、今年28歳、はい、ね、うん、まあ現役ドラフトで、はい、オリックスからね阪神に来て、うん、やっぱ一発目でね、しかもあの、うん、新潟医療福祉大学、うん、キリシキと一緒だから、あ、うん、先輩後輩、はい、ね、その中でやっぱ居場所がねバシッと掴みたいよね、うん、このリリーフのね、そうですね、でも結構暑いからね、いや、そう、リリーフが暑いところに来たという、うん、でもあの岡田監督の叱咤激励もあるからね、はい、いきなりダメ出し食らうからね、うん、どんな実績やってもでいきなりダメやとかでね、うん、この前もよくバリバリ行かれてたしね、はい、うん、で大竹も復活したようにね、うん、チャンスあるからね、はい、そこでね、この1年目で掴めればね、うん、いい感じのね、スタートリスタート来てるから、でも1年目勝負だよね、だってカジアとかでもね、はい、ホークスから来て、うん、ね、阪神でいい感じでね、はい、居場所を掴んでいったわけだから、うん、ね、そういったところでも漆原もね、その新天地でっていうね、うん、まさに大竹投手のようにね、うん、こう漆原もね、ここでチャンスをね、掴めるかどうかはね、はい、こう崖っぷちかかってるよね、うん、そうですね、掴めなかったらまた若いの言うからね、うん、どんどん抜かれていくから、移籍初年度って大事ですね、大事大事、うん、で、続いてこちら、はい、高橋遥人、おー、今年29歳、いや、もう持ってるのはすごいから、うん、
ダイヤのエースなのか、はい、ガラスのエースなのかっていうことだから、うん、でも私この間阪神のキャンプ行ってきたんですけど、うん、ドラフト1位の下村君に話聞いたんですよ、うん、でこう、まあ、2軍ですけど、うん、2軍でこう先輩たちのピッチング見てて、うん、こう誰がすごいと思いましたかって言ったら、いやもう高橋遥人さんのピッチングにはもう見惚れて目が離せませんでしたって言ってましたよ。そうそう、そう、いやすごいね。それはもう全員分かってんだよ。もうそんなのは。でも今のそのまだ本調子じゃない状態で見惚れるぐらいのピッチングしてるわけですよ、うん、今年復活するんじゃないですか。いや技術じゃないから、体力だから。体力ですから。怪我しちゃうから、技術じゃないから。だからダイヤのエースなのか、はい、ガラスのエースなのかって言ってる。でも調子戻ってもで、こっからもう30ぐらいになるから、うん、はい、そっからもし壊れたら、うん、また今度回復するまで時間かかるからね。確かにね。であとはもうどんどんね、うん、いいピッチャー若いのがいるからね、はい、それこそもう高橋に代わって門別っていうのもあるわけよ、期待の保護先が ね、うん、そういった意味ではもうね、もう素材は持ってるけどっていうのはあるんでね、はい、うん、もうそろそろ帰ってこないとね。そうですね。というか見たいですよね、早く、うん、だからダイヤのエースなのか、うん、ガラスのエースなのかっていう、はい、ところでは、うん、ね、ここはもうそろそろ年齢も含めてね、うん、こう勝負年になるんじゃないのかなっていうね。戻ってきてバッチリハマったら阪神さらにすごいです。すごい。そうそう、普通に投げたらね、前の動画で見たけど普通に投げたら20勝できる能力あるからね、うん、投げれればね、ちゃんと普通に投げれれば、投げれれば、うん、でもそれが一番大事だからね、はい、無事これ名馬じゃないけど、うん、いやーマラソン世界新記録候補なんだよね、うん、30キロまでだけど常にリタイアみたいな、はい、日々見ないけどみたいな、持たない常に30キロでリタイアみたいな、はい、まあ、ゴールしなきゃいけないからね、うん、続いて野手、はい、こちらです、はい、宇部の龍太郎。おお、そこ行きますか。いやまあ今もね、肩肉離れしてリハビリ中だけど、坂本王国を気づかれたらもう坂本になっちゃうからね。今若干去年の終盤の怪我でも坂本がかなりのアドバンテージで前行っちゃったからね、ゴールデングラブタイトルも取ってね、でしかも日本一にも38年ぶりになって、でそこはシーズン終盤ね、ほぼ坂本でね、クライマックスシーズン日本シリーズも駆け上がったわけでしょ。かなりのね、前進してやるけど、確かにで今年ね、うん、頑張んなきゃいけないところで今怪我で出遅れでしょ、はい、めちゃくちゃ痛いですね怪我、うんうん、でこれでね坂本がいい感じでもう開幕からスタートしていったら、はい、坂本を辞める選択肢がないもんね。ないですね。だからまあね、週1回とか出ることあったとしても、うん、もうメインが坂本で、うん、もう去年とかだったらまだまあ五分五分かなみたいな、はい、っていうまだ勝負付けできてませんよみたいな感じになるけども、うん、今年坂本がゴーンってなったら、うん、もう勝負付けできちゃうからね。そうですね、うん、で坂本選手がちゃんとこうバッティングの方も良かったりとかしたら、そう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 、もう完璧にザ・正捕手になっちゃいますからね、うん、だからこれはね、まあ、怪我してっていうところはあるけど、うん、まあ、焦っちゃいけないけど急がなきゃいけないっていうね、うん、そういったところでは今年ねちょっと勝負の崖になるんじゃないのかなっていうね、はい、確かにちょっと立場危うくなってきますね、うんうん、で、続いて、はい、こちらです、はい、森下翔太。わあ、これはあれか、下からの突き上げが結構あるから、いやいろんなメディア出たと思うだよ。はい、出ましたよ ね楽しかったと思うんだよ、うん、ね、でも、はい、今年もグワーン行かないと、うん、他に若いのがいっぱいいるから、はい、いやそう、まあ、小野寺もそうだし井上もそうだしね、うん、いつももそうだし、うん、ね、前川もね、うん、そうだけども野口もね、うん、若いのがいっぱいいるから、はい、そうなった時に、うん、で森下もいい感じだと使われると思うけど、そこに誇示しないと思うのよ、うん、岡田さんも、はい、だ悪かったら使われなくなるやん、うん、だからその調子いいままいけるかどうかだね、はい、ここが勝負だね。そうですね、今オープン戦はね、うん、今日現時点では、うん、1割8分8厘です、うん、まあ阪神連敗中だからね、はい、全体的に打ってないけどね。そう、今オープン戦最下位ですもんね、うん、あ、チャンスあるね、優勝の、うん、あ、でも去年ちょっとジンクス壊れちゃったのよ。あれ、そうでしたっけ、オープン戦最下位どこでしたっけ。広島だよね、確か、うん、あ、じゃあ優勝か B クラスかがなくなっちゃった、ね、ジンクスが終わっちゃった。でもここは頑張っていかないと、構築していかないと、うん、突き上げにね、他のライバルたちもいるからね、うん、阪神オープン戦6試合で0勝6敗なんですね。オープン戦なんて、あんな練習だから関係ないから、まあ、そうですよ、試しですもんね。オープン戦で騒いでんの、うん、一喜一憂したい人たちばっかりだから、はい、大谷がホームラン打ったーっつって、うん、いやオープン戦やで、
それは打つやろ今日あんだけ打ってんだから。そうですね。それに、うん、すごいですどうですかって言われても、うん、いや普通やろっていうそんなどうびっくりするようなことでもないやろ、はい、そもそもでもオープン戦でこうなんか若手とかがホームランとか打ったりすると若手はね、はい、大谷とか若手じゃないじゃん。でも大谷選手はもう、まあ、もう打ってくださいって感じですよ、うん、だからそんな別にオープン戦なんてどうでもいいね、うん、正直、はい、勝ても負けてもね、うん、そのチームとしてトータルででも今年で見た時に、うん、近本とかは別にちょっと開幕に向けてなんでいいかもしれないけども、うん、他の若いやつらは結果残さないと一軍に入れないから、はい、まあ、立場のね、うん、違いがあるけども別に阪神が全敗してたところで、うん、正直1ミリも、まあ、勝つに越したことないけど負けたってどうってこともないしね、はい、逆にオープン戦ね首位打者でちょっと入った瞬間全く打たないようなやつそうでいるからね、そうですね、うん、オープン戦なんて下手したら打たせてくれてるからね、はい、どこを打つか研究されてるってことですよね。そうそうそう、うん、どこを打つかはもう試してるだけだから、はい、始まったら、うん、そのデータをもとにどんどん攻めていくだけだから、はい、正直、まあ、打てないより打てた方がいいし、うん、打たれるより抑えた方がいいし、うん、負けるよりそれは勝った方がいいけど、うん、まあ、別にそれができなかったも許されるのがオープン戦だから、うんうん、いろんなことそのキャンプでやってきたことを試さなきゃいけないからね、はい、そういった意味ではそんな別に一喜一憂するほどでもないけども、はい、頑張らないと居場所がなくなるからね、うん、選手たちはね、はい、だって阪神なんて本当に ポジション決まってないのレフトとライトぐらいやろ。そうですね、うん、そこはね誰が出てくるかっていうところはチャンスあるからね、うん、まあ、森下も十分チャンスあるしね、うん、去年ノイジー選手森下選手みたいなところでしたもんね、うん、ノイジーももう出へんのちゃんたまにしかたまにしか、まあ、スタメン確定って感じじゃないですよね。全然違う、うん、だって外国人選手って嫌ばよ、はい、ワンアウト一塁で外国人選手がセンター前ヒットを打ちました、うん、どういう心境だ、どういう心境やと思う。誰がの心境ですか。じゃ あのバッテリーからするともしくは相手ベンチからすると、うん、そう守備側とするとどういう心境になると思う。ワンアウト一塁でセンター前ヒット、うん、センター前ヒット、うん、心境としてはセンター前、あーでもまだセンター前でよかったですか。そうだよ、うん、ヒットでよかったな、なんだよ、うん、でホームラン打たれなくてよかったってことですね。そうだから要は外国人選手なんて、うん、ヒットもフォアボールも一緒やから、うん、いやヒットでよかったホームランじゃなくて、うん、っていう認識なんだよ、はい、そんなやつ今おらんやん。いないですね、で今の、うん、でヒット打って喜んでるやん、はい、それも止めてんのみたいな。そうもちろん昔のリック・ショートとかみたいな、はい、あとは西武のヘルマンとか、うん、だからヒット打ってもそこから盗塁していくとか別だけど、はい、もうヒット打ったら各駅電車じゃん、うん、正直、はい、いやヒットでよかったみたいな、うん、でもヒットしか打たへんようなやつだったら、うん、もう怖くもなんともないからね、うん、正直本当今なんかものすごい助っ人感のある外国人選手いないですもんね。うん、本当もうC で言ったらサンタナ・オスナ、うん、あまあそうですね、連覇に、あとはまあね、ホームラン王だったけどポランコとか、うん、グランジェンダーポランコとかだったらヒットだったらよかったって感じだもんね、うん、ホームランじゃなかったらいっかみたいな。そうですね、そういう選手が少ないからね、うん、ノイジーもどっちかっていうともう最初から怖くないよね、うん、そんなホームラン打てないし、はい、ホームランばかり。だからそういったところでは日本人チャンスあるからね、はい、別にノイジー・ミエセスがね、うん、いたからってねどうってこともないしね、うん、ポジション空いてるから、はい、でもそこで森下がねしっかりつ今年掴めればもう安泰だからね、はい、もうあと外野はレフト一つでしょうぐらいになるからね、うんうん、そういった面でも勝負の年になるんじゃないのかなっていうね、うん、ところです。はい、はい、